はい、どうも皆さん、こんばんは、おじいです。本日は、ジャッジアイズ、死神の遺言、やっていこうと思います。未だにこの死神の遺言の意味はよくわかってませんが、楽しんでいきましょう。というわけで、前回ですね。前回は、なんじゃかんじゃありました。はい、やっていきましょう。お、みんないらっしゃい。ゆうちゃんいらっしゃい。かおちゃんいらっしゃい。ありがとう。のんびり入ってね。ありがとう。のんびりしてって。ロード。これだね。前回何してたっけな。なんか買い物行かなあかんかなんかで終わったよね。あ、そうだ。つくも市にお願いされて、なんか買い物行ってくれみたいな。あ、つくものフィギュアを買うってやつね。はいはいはい。これを買いに行きます。まあ、近くだね。ここだね。まあ、行きますかね。なんかいろんな事件に巻き込まれるような感じで今進んでおりますが。まあ、楽しい感じに。あ、ごめんね、ばあちゃん。あ、違うとこ行ってんね、僕。うん、こっち違うな。こっちだな。ごめんね、みんな。あれ、あれ違うな。あれ、どこだ？あ、逆行ってんのか。あれ？こっちからも行けるよね、でも。ここか。え、違うね。あれ、ごめん。どうも僕はこのマップが見れないみたいだね。これぐるって回ればいいんでしょう。あ、わかったわかった。なんか行き過ぎちゃうんだよな。ここにある？この向こう？あ、車普通に乗っちゃった。ごめんね。あのとこ置いとくのが悪いんだよ。路中すると、いいことなんかない。これか。オッケー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 。で、何買うって言ってたっけ？あ、つくもあったね。ラブスタのレア物のフィギュア。っていうことね。オッケーオッケー。ラブスタってなんだ？すいません。いらっしゃいませ。どうも。ラブスタのレア物のフィギュアください。所持品売りに来た。あ、売ることもできんの？へぇ。まあ、買いに来ました。あ、これか。え、高え。結構ギリギリなんだけど、え、待って。なんか、これあれか。部屋の中に飾れるやつも売ってんのか。なるほど、なるほど。なんか変な機械とかもあるな。なにこれ。あ、観葉植物とかも売ってる。恵比寿さんの置物とかも売ってるよ。これいいね。あ、だるまいいじゃんね。なるほど、なるほど。あ、違う。とりあえずあれを買おうか。これね。購入します。くもしお金返してくれっかな。あ、でもあれだよね。ありがとうございました。なんか、お仕事のあれでってやつだったよね。代わりにみたいな感じだったよね。よし、それじゃああいつに届けよう。本当だ。出品情報とかまでしたんだね。つくも市は確か、満体かなんかっていうネットカフェにいたんだよね。これか。つくも市出しとこう。そうそう、情報量的なやつだったよね。ごめんよ、ごめんよー。ごめんよ、ごめんよー。お、すごいね。大都会だね、やっぱり。さっきまでちょっとさ、バイオハザードの世界に行ってたんで、なんか、この都会の感じ、変な感じすんな。おい、またかよ、もう。めんどくせえな。おい。これ動画やったらもう完全にカットしてるとこやで。ういしょ。ほい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 。あんまりまだ攻撃力とか強くないよね。よいしょ。あと一人いたな。よいしょ。お、せっかくだから、ヒートアクションね。
やっときたいよね。あ、普通のキックしちゃった。あ、お金もらえんだ。ありがとさーん。カツアゲだね。カツアゲ、おい、みんなありがとう、ありがとう。いいね、いいね、ありがとう、ありがとう。あ、ごめんね。つくもし、つくもし。こっちだったよね。あー、こっちか。この辺の満体っていうネットカフェだったよね。なんだもう、めんどくせえな。もうちょっとでゴールでしょうが。うい。あ、お、強え。強えな。よいしょ。これ取れない？これ取れない。いって！物投げるとかあんの？やるじゃん。やるじゃん。よいしょ。まあこんなもんですよ。いい加減にしろよ。ほんといい加減にしないとね、お前もね。やりすぎなんだよね、いちいちね。絶対お店から文句言われてると思いますね。いや、っていうかもうこれ警察もんだよね。ここだったな。えい、持ってきたよ、つくもし。なあ。ほら、ご依頼の品これだろ。かっこいいなあ、いつ見ても。でも、つくもしもよく見ると男前だよね。うん。男前だと思います。これです、これ。ありがとうございます。いくらでしたか？いいよ、いいよ。お前にはいつも世話になってるから。いいの？八神氏。お金ないのに。いいのですか？太っ腹ですね。いや、うん。まあ、いいよ。いつもお世話になってるもんね、確かに。でもさ、近いんだから引きこもってないで自分で行けばよかったんじゃない？いえ。そうはいかないのです。もうすぐ新型スマホのネット予約が解禁するのですから。そうなのね。こうしてここで待機している必要があるのですよ。ここなら安定した通信速度が出ますからね。どうでもいいな。たくん相変わらずだな。まあそんなんでも随分変わったよな、お前。なんか明るくなったっていうか。明るくなったんだ、これでも。それも八神氏のおかげですよ。あ、でしょ。僕のおかげってよく言われる、いろんな人から。誰とも関わろうとせず、家に引きこもっていた僕に手を差し伸べてくれたのですから。そうなの？そういえばそんなこともあったっけ？どんな出会いだったんだろうね。まあ家から出たと思ったら今度はネットカフェに引きこもっちまったかな。ここなら高い家賃も必要ありませんし、ネット環境だって文句なしですからね。いや、言ってさ、ネカフェ、これ泊まりでしょ多分。で、毎日でしょ家賃の方が安いんちゃうかな多分。それに情報屋としての仕事にもありつけますから。あ、そうか。お仕事も兼ねてるんだもんね。はいはい。いやお前の能力にはいつも助かってるよ。ま、これからもよろしく頼むよ。うひひひ。この笑い方とりあえず一回やめた方がいいかもしれんな。こちらこそ。お、なにこれは。レベルアップ、町の評判。フレンドになった後、彼らの元を訪れてアイテムをもらえることがあります。アイテムがもらえないときは、しばらく時間を置いて、再びフレンドに会う。あー、なるほど。フレンドで、今のゲージが満タンになると、絆ゲージだって。絆ゲージを最大まで上昇させると、後でなんかもらえるんだね。はいはいはい。会いに来たりすると。今会ってみる？ん？八神氏、悪いのですが、今ちょっと手が離せなくて。また後で来てくだされ。まあ、その時も手が離せないかもしれませんがね。離せへんのかい？いや、まあ、また、いつか来よう。あく、いらっしゃい。ありがとう。運転中ね。気をつけてね。これやりませんでした。このエレベーター逆走みたいなやつ。あ、これエスカレーターね。エスカレーターの逆走。やっちゃダメだから、みんな。ほんと危ないからね。やりませんでした、じゃないの、ね、よ。ここなんかついてんだけど、これなんだ。現代法律事務所行かなあかんかったっけ？あれ、そんな用事あったっけ？僕何してたっけ今日。なんか報告しに行かなあかんのかな。まあ、行くか、とりあえず。無駄にぶつかる。
はい、どうも俺が来たよ。矢神の通った場所。何これ、どっちに行けって言ってる？あれ、ここだっけ？え、あ、こっちの道か。あれ、これ逆走してない？なんだ誰だ、お前か。今一般人蹴ろうとしたね。間違えちゃったね。これ動画だったら確実にカット部分ね、配信だから流しますけども、お前はとりあえずこれいいね、かっちょいい、楽しい。針金でしたね。あ、ママさんいらっしゃい、こんばんは。どうもどうも、いらっしゃいいらっしゃい。口悪くないですよ、普通です。こっちかな、ここだね、現在。おい、びっくりした、お前ほんとやめろ、びっくりするかな。こっちか。あれ、何の挨拶しに来たんやったっけ。報告って何かあったっけ。何か報告することあった、新谷に。あ、そうかそうか、先に来てんだね。え、そんな、何かあったっけ、そんな話。おお、来たな。おい、八神、なんで先に海藤だけ来させたんだ。あいつバカのくせに偉そうに。いや、お前もな。うん、それは気がつきませんね。バカで偉そうな感じね。お前も座れ。はい。座らんのかい。ムービーかなと思ってちょっとゆっくりしてしもたわ今。あ、でもちょっと他も喋りたい。沙織さんどうも。お、沙織さん吹き出しさえ出てこない。喋ることさえさせてくれない。あ、でも。さっき真冬くんから連絡があったぜ。なになに、なんで。いよいよ裁判に向けて本格始動だな。うん、新谷ともうまくやれ。あ、そうか、前回あの泉なんちゃらかなんかっていう検事とちょっとごちゃっとしてイライラしてたから、ちょっと落ち着いてから頭冷やしてから来いよみたいな感じで別れたんだね、海藤さんと。で、ここにこ立ち悪いヤクザがいるんだね。はい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 、そういうことね。どうお前、何見てんだ。事件の捜査資料が手に入った。うん、事件の流れ、鑑識の結果、うん、それに検察側の主張する羽村有罪のストーリーだ。ほうほうほう、なるほど。あー、なるほど、検察側のね。はい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 、何、お前ら役割はわきまえておけよ。なんだこいつ、腹立つな。特に矢神、そっちの仕事はあくまで情報集めだ。頭使って調査の方針決めるのは俺。ん、何の区切りやねん。了解、弁護人はあんただ。うん、立てるんだね。では資料を見てもよろしいでしょうか。それでいい、いいんかい。まあええけど、それでいいなら。12月4日早朝6時過ぎ、うん、死体発見の110番通報。はいはいはい、あの目玉えぐられた事件だよね。アムール裏のゴミ捨て場で倒れている死体を確認した。うん、ここまでは分かってる。クイックサーチモード、はい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 。クイックサーチモードは証拠品などのものを調べる際に使用する機能です。クイックサーチモード中は画面の左側に調べる対象の全体像が表示されます。カーソルに合わせたところが画面の右側に拡大されて表示されます。はいはいはい。調べられる場所は右側の拡大表示の中に出現します。拡大表示の中に調べられる場所があるとき、E を入力するとその場所を調べることができます。いろいろな場所を調査して、調査目的を満たすと終了です。なるほど。あー、なるほど。この今見ている左側の画面の右側に拡大表示があって、こう調べるっていうマークが出てくるってことね。これ目ん玉の部分だよね。被害者は関西協力会の組員、久米敏郎。久米敏郎。下っ端で特に肩書きもない。はいはい。遺体に軽く暴行された跡はあるが、うん、直接の死因は
眼球を突き刺した傷だ。うん、えぐいよね。アイスピック状の凶器が脳にまで達したとみられる。怖っ。しんどくないな。まったくだ。両目は眼球を突き刺した凶器を使ってそのまま引っ張り出される。怖っ。逃走中の登場会から凶霊界への見せしめと考えるのが自然だ。自然か。だからもし羽村の頭が無実だとしても、はいはい、真犯人は十中八九登場会の人間。なるほどね。その真犯人を特定できれば自然と羽村の無実が証明できる。犯人探し。俺はそこまで手間かける気はねえ。ほいほい。今んとこ一番はやっぱりアリバイの証明だろう。うん、やっぱそうだよね。それさえできりゃ羽村は無罪だ。あのサウナに行ってた時間帯ってやつだよね、確かね。あの時間帯さえなんか出せれば、アリバイが証明できるみたいなやつだったよね、時間的なものね。どこだ？どこだ？なんだ？なんかあるね。死体発見現場の地面にはほとんど血痕がなかった。ああ、確かに。このことから実際の殺害現場は別の場所と考えられる。うんうんうん、アムーの店内がその第一候補だ。他でやってここに連れてこられたっていうことか。はい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 。まだあとあるね、見ないと。これはこれのことだよね。なんかシュッシュッって言ってくれるから。これなんだ。事件の晩、近くの居酒屋店員が午前2時頃にゴミを捨てている。はい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 。その時まだ異常はなかった。あ、だから2時からってことか。この死体が捨てられたのは午前2時から発見された6時までの間ってことになる。なるほどね。ゴミを捨てた時には人がいた。で、朝、発見、この人を発見するまでの時間が7時だったってことか。その5時間の間に運ばれてきたということだね。なるほど。もう見れるとこないよ。どこだ？あと1個あるんだよね、多分。これは。なんだ？被害者の死体からは財布も携帯も見つかってない。はいはい。スマホは壊されたんだろう。GPS の位置情報も拾えなかったら。あ、なるほどね、そういうことか。犯人は荒っぽく死体を捨てた割に最低限の隠蔽はしている。まあ、もう見るとこは終わったってことだね、調査完了。はい。アムールに行った時、裏のゴミ捨て場ってのは見たか。見たよね、確か。事件の痕跡はねえだろうが、裏口出てすぐのところらしい。まあそれはともかく、これが殺される前のクメだ。この目が犯人に持ち去られたってわけか。生々しいね、言い方が。言い方するな。検察の見立てはどうなってる？この事件のストーリーは。はいはい。まず事件の背景として、関西の凶霊会と登場会との抗争がある。これまでにも凶霊界の極道が2人目をえぐられてきた。これ言ってたね。今回の件も含めた3件は凶霊界と敵対する登場界の犯行である可能性が高い。確かに。ここまではいいな。分かった。事件はヤクザ同士の抗争である可能性が高い。登場界と関西凶霊界の抗争ってことだ。いいよ、続けてくれ。じゃあここから先は検察が主張する事件当日。検察側が作っているストーリーってことね。12月3日。お、すごい。夜9時過ぎ、神室町のクラブ。動くんだね、画質がね。かっこいい。松金組若頭羽村恭平と、はいはい、こう若尾久米村瀬の間で口論が発生。はい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 。羽村は古文を使ってアムールに久米を拉致。誰これ。村瀬は久米を残して逃走している。はいはい。あ、もう一人いたって言ってたやつか。アムールで1時間にわたって久米を監禁。手下たちに暴行を加えさせた。はいはい。でもこんなにやってないって言ってたよね。羽村は自分と久米を残して全員を店から返した。ここまではアムール店長の証言と防犯カメラの映像とで裏が取れている。はいはい。この後
検察が言うには、羽村は二人きりになった後、久米にさらなる暴行を加え続けた。二人きりになってるっていうのも知ってんだね。午前2時から3時ごろ、ついに久米の眼球に鋭利な刃物を突き刺して殺害。遺体から眼球を抜き取った上、死体はアムール近くのゴミ捨て場に遺棄した。警察の取り調べに対し、羽村は午前0時に久米とアムールを出た後、サウナにいたとアリバイを主張。これは言ってるんだね。しかし、それを裏付ける証言や証拠はなく、はいはいはい、検察は信憑性に欠けるとしている。久米の死体発見は4日午前6時過ぎ。羽村は事件から1週間後に逮捕された。なるほど。やっぱアリバイを見つけるのが一番っぽいよね。アムール前の防犯カメラ映像と店内から出た被害者の血液反応、そしてアリバイの不成立、はいはい、一つ一つは有罪の決め手とまでは言えん。確かに。それでも検察は十分立証できていると考えてる。所詮はヤクザ同士の殺しだってな。確かにね。まあ羽村が疑われる理由は山ほどあるよな。確かに。まあ多分普段の、なんて言うんだろう、生活態度っていうのかな、まあヤクザだからさ、それ悪いよね。叩けば埃が出るってやつね。確かに検察の考えはそんなところだろうな。ただあんたはどう考えてる？確かに。実際羽村が久米をやったと思うか、新谷先生？羽村はムカつく野郎だが、俺が思うに今回は無実だ。まあお前もムカつくけどな。ああいう小ずるいヤクザが死体をその辺に捨てるなんて雑な殺しはしないだろう。小ずるいヤクザって言ってる。以前に多分死体も出てこねえ。俺もそう思う。おっと、源田先生。さすがは新谷先生。さすがは性格はあれだ。性格はあれだがって言うてもうてるけど、いいのそれは。あ、同感なんだ。ああ、そうなんだ。まさか今ので褒めた。性格はあれだがを認めたのかな。どっちだろう。なんだよ、どうかしたか。もし羽村が無実なら、真犯人は別にいるってことだよな。そうだね。事件に白黒つけるんならそいつを見つければいい。それが一番早いよね。そんな人で俺らにねえだろ。確かに。犯罪者を追うにはまず組織的な捜査網がいる。つまり国家権力の仕事なんだよ。国家権力ね。俺らは犯人の弁護をするだけだ。弁護士の仕事は有罪とは言い切れないと証言するのみ。ああ、なるほど。だから無罪にはできないけど、向こうが起訴している、まあ、例えば殺人だって言ってることを、まあ、緩くするっていうレベルってことだよね。弁護できる範囲はね。あくまで弁護ってことだね。真実を突き止める必要はないってわけか。なるほど。まあ、検察の逆だよね。真実を突き止めないといけないからね、あの人たちはね。なら次はどう動く？もう少し被害者側の情報が欲しい。久米が拉致された時、一人で逃げた兄貴分がいたろう。村瀬？協力会組員、村瀬明。この映像めっちゃおもろいな、なんか知らんけど。なんかおもろいな。久米が必死やもんね、顔がね。村瀬がどう動いたかです。仲間が拉致されてんのに、その後何もしなかったのか。確かにね。確かにこの夜村瀬が引き下がったままじゃヤクザらしくないか。確かにね。この後報復とかその仲間引き連れてみたいなのがあってもおかしくない話だよね。でも会ってないってことだよね、アムールで。どういうことなんだろう。その間にだから動けないような何かがあったのか、もしくはもう すぐ戻ってきたけど誰もいなかったのか。なんだっけ、あの頭、まあ頭が、子分たちを外に出した後で実はもう店の中にいなかったみたいな、外に出ちゃってたみたいな感じ。頼まれた組を助けに来るとかすんのが自然だ。ただその事情を村瀬に聞くとなると、いやむずいよねそれは。だって頭
は敵なわけじゃん。その頭を無罪にするための情報をくれって言われてももう無理だよね。おいおい、今こんな時に教令会探れってのか。組員やられたばっかなんだぞ。まともなこと言ってる会頭さんが。相当殺気立ってるだろうな。いや、そりゃそうでしょ。俺は村瀬の情報が欲しいだけだ。あん？その集め方はお前らで決めろ。そういう話だったろ。なんだお前。簡単に言うけどな、構想真っ只中の組ってのは。そうだった、分かった、行こう海藤さん。あ、めんどくさくなったな。 あれ多分八神さんはめんどくさくなったみたいです。まず教令会がカムロ町のどこにいるかだな。うんうん、連中のアジトがあるはずだ。アジトを探す。それは松金に聞くのが早いな。お、出てくる。松金のおやすさんなら知ってると思う。そうか、なら俺は遠慮しとく。波紋の身だ。あ、そっかそっか、そうだよね。この子顔出すわけにもな。そうだよね。分かってるよ。もともと一人で行く気だった。後で連絡する。なるほど。ケースファイルが追加されましたね。普通に行けるのかな、その事務所に。そのなんか育ての親みたいななんか感じのことを言ってたよね。自分には育ての親みたいなのが3人いるみたいな、あ、父親と呼べる人が3人いるみたいなこと言ってたよね。あ、これここかな。名前出ないけど多分ここってことなんだろうね。そのうちの一人だみたいなこと言ってたよね、おやすさんね。まあ行ってみっかわかんないけどね。まだなんかサブストーリーも解禁されてないみたいだし、結構ね、このサブストーリーが楽しいっていうところもあるんだよね、このゲームね。サブストーリー出るぐらいまではちょっとガツガツストーリー進めないといけないね。ただこう、歩いてるだけでチンピラに絡まれる街だからさ、なかなかうまくね。ほら来た。来たよ。ちょっと原付取れない、原付。あ、これは無理なのか。チャリンコ持てんのにな。おい、よいしょーい。かっこいい。お、6000円くださいました、ありがとうございます。6000円、ありがとう。貧乏だからね僕。はい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 、みんなありがとう。時間食っちゃったね。まあ、その分お金も手に入ったしまいでしょう。よしよし、ラッキーラッキー。なんでお金もらえるの。財布が落ちてたんじゃない。取ったわけじゃないよ、財布が落ちてたんだと思うよ。あ、ここっぽいな。もういかにもだなこれ。もうヤクザの事務所って感じ。この下のシャンターが閉まってて高級車が止まってる感じね。まあ、ぽいな。大阪によくこういうビルありますね。松金工業、松金工業かな。登場会見、松金組。なんでこいつら偉そうやです。登場会見、松金組。規模としてはさほどでもない。うん。おしぼり屋さんやってるんちゃう。売る情報売る。こういう理念系とかやってるのはね、もうめちゃめちゃ古い人だね。うん。俺にとっても、海藤さんにとっても、親父だ。親父だね。親父、八神さんをお通ししました。あ、こいつこの間頭といたやつか。久しぶりじゃねえか、タボ。なんだよ、全然顔出してくれねえんだもんな。あ、本当になんか良好な感じなんだね、関係性としては。はいはいはい、本当に可愛がってもらってんだ。おやすさんだけだからな、この事務所で俺を歓迎してくれてんの。そうなの。あ、本当だ、なんか嫌われてるっぽいな。カイトはどうだ、元気でやってるか。あ、カイトさんのことも知ってんだね。例の件がなきゃ破門せずに済んだのに。あ、この辺も気になるよね。なんで破門されたんだろうね。れれか、なんか変な理由じゃないっぽいけどね、海藤さんは。もう済んだ話だろ。ああ、うん、お前んとこで元気でやってんなら
それもいい。うん、任しといて。俺も海藤さんのことは兄貴だと思ってる。うん、20年前あの人やおやすさんに会ってなきゃ俺も今とは別の人生だ。聞きたいね、この辺の話ね。いいな、お前は。失礼します。20年前、多分どうぞ。矢上探偵って35歳ぐらいなんだよ。歓迎されてねえ事務所まで来たのは何のようだ。だから15歳ぐらいの時に出会ってんのかな。あれか、源田さんとこに弁護頼んだって聞いたがよ。うんうん、来たよ。多分も手貸してくれんのか。神室町に協力会の拠点があるだろう。場所が知りたい。そこの組員に聞きたいことがある。教えてくれる。これお前、連中今相当ビリついてんだろう。分かってるのか。ちょっと話聞くだけだよ。うわ、なんかさ、この細かい描写っていうか、タバコ吸うとかさ、タバコをこう箱から出す感じとか、めっちゃナチュラルだね、動きが。よくは知らないけど。すげえ。関西の大手だ。で、その梶平系列で、うん、KJ アートってのが占領通りにある。占領通りの KJ アート。はいはいはい。丸ごとその会社のもんでな。うん。協力会の連中はそこに詰めてんだよ。いや、おやすさんどうでもいいけど、怖い顔してんな、よう見たら。優しいかなと思ったけど。忙しいみてえだな。今度そっちの事務所に遊びに行っていいか。お忍びで。立場考えて。まあ、もちろん。あんたが外出てる時にやられでもしたらもうとんでもないことになるんだけど。ターボーガー言うて言われるからさ、やめて。誰電話。海藤さん。海藤さん。これさ、おやさんと話せて。毎回ビデオ通話みたいなんで電話してくんだけどさ。そうか。意味ある？村瀬ってのもそこにいんだな。いや、それは現場行って確か。絶対意味ないと思うんだよね。となると張り込みか。でもカメラにめっちゃ近いしさ。いや、もしかしてもうちょっと話してよくない？それもあるかもな。あ、ドローン使えるの？了解だ。俺もすぐ KJ アートに向かう。はいはい。で、KJ アートに向かいましょう。どこにあんの？占領通りっつったっけ？これか。はい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 。あ、占領通り入って左側。はははは。まあ行きましょうか、とりあえずね。ちょっと魚眼っぽくなるよ。ああ、なってたね。おい、ごめんよー。ごめんよ、ごめんよー。通るよー。さあ、今からその、協力会に行くわけだけど、まずどうやって出会うんだろうね。こんなところで。出てくんの待つとかそういうこと？それぐらいしか考えらんないよね。どっちだ、こっちか。えらい端っこにあるんだね、事務所。ここだね。お、綺麗なビルじゃんね。待てだ。ちょっと話して喋ってね。ちょっと話して。近いな、やっぱり。やっぱ近いんだよな。KJ アートに着いたな。着いたよ。ああ、そうらしい。海藤さんは今どこ？ KJ アートに向かって右見ろ。 KJ アートに向かって右。うーん、お、まただ。店の中ではないよね。あ、そうだ、猫だ。猫をまず探さないといけないんだよ、これ。このゾーンになったら猫が先。何よりも猫。猫を探さないと落ち着かない。すべては猫を探してから。あれ、さっきにゃおんって言ってるよね。どこだ、猫。毎回見つけられ。ちょっと海藤さんの画面消してくんね、邪魔だから。うーん、で、一回電話切っていいかな。猫探しづれえかな。いたー、いた、猫。こんなところに猫がいるぞ。いやー、よかった、すっきりした。で、海藤さんね、優先順位的。いたー、ここに。いました、目立つ人が。ガラシャツって目立つんだねー。なんだ、なんだって言われて言ってんじゃん。
いた、カイトさんだ。わかった、俺も今そっちに行く。んちょっと待って、これはなんかやってんなこいつら。お、これも調べれんだ、なんかやってんなこれ。イチャイチャしてんなが、そうだな、いやイチャイチャしてねえなこれ。上司が部下の肩を揉んで、セクハラだなこれ。あれは女の子の肩を揉んでるのか、なんか女の子は嫌そうだけど。今はカイトさんを探そう。いやもう見つけたのよ。ってことはこれも見れる？あ、見れんだ。これ何？これネットカフェか。あ、ここも満体なんだ。怪しいな。あれは猫カフェの店員さんだな。カイトさんを探そう。どうでもいい情報ばっかり。他ない？見れるとこ。もうなさそう？あ、調査完了になってるわ。オッケー。ま、じゃあ行きましょう。うん。上司は後で天罰が下ればいいと思うね。これね。はいはい。お、これ屋上までこの階段で登んの？すごいな。怖くない？この高さ、この階段で登って、降りたいや、この高さ登んの怖くないっていう説明をしようと思ったら、降りちゃった。しかもあれ絶対手痛いよね。降りるとき。かっこいいよ。ジャンキー・チェーンみたいだなと思ったけど、絶対手の皮がもう痛いことになるよね。大やけどだね。はい、どうさん、来たよん。よ、ここから KJ アートがバッチリ見える。あ、本当だね、見えるね。ビルの中は、確かに極道らしいのがうろついてたぜ。本当？じゃあやっぱり今日屋上にもなんかいるよね。間違いねえ。うん。村瀬は、いたか？見当たらなかった。さっき鳩飛ばしては見たんだがよ。うんうん。うん、しっかり見た？なんで疑う？ああ、一応。あ、不安だね。見とこうか、これ。もう一度飛ばそう。あ、今度俺がここサウナ御殿の近くじゃん。部下にお手本見せてやんないとな。へいへい。へいへい。フライトカスタマイズ。あ、ドローンをカスタマイズすることができます。現時点では選択不可。え、カスタマイズできんの今後。どうなの？レースレコード。D リーグの戦績を確認する。ドローンリングってこと？なんかそんな戦いみたいなのがあるわけ？かっこいいね。はい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 。まあいいでしょう。ドローンを動かすにはフライトを選ぶ。あ、ここでね。あ、勝手に選んでくれてる。フライト。これが村瀬の写真だ。これね。オッケー。ビルの窓越しにだよ。はいはい。ちょっと待ってね。なんか変わったやつある？カメラの上下移動、調べる。まあまあまあ。まあまあやっていきゃわかるでしょう。うん。ドローンサーチモードについて、ドローンを操作して画面の右側に表示されている調査目的をヒントに調査を進めます。ドローンを操作しながら怪しい場所にカーソルを合わせてスペースを入力するとその場所を注視することができます。注視した場所に調べられるポイントが隠れていると調べるアイコンが出現します。E を入力するとそのポイントを調査できます。はい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 。攻略のヒントは一番操作しやすい操作タイプを選びましょう。このマークがわかんねえんだよ、これ、ガードの。なんだ？タブじゃねえよな。シフトなんかな。これ、ガードもこのマークなんだけど、このマークがどれかわかんないまま未だにやってんだよね。まあ、やっていこうか。むずこれ。ちょっと待ってね。すっごい揺れる。ちょっと待ってね。結構むずい。おーい、しゅしゅしゅ。これ、上下ってどうやるんだ？ん？ちょっと待ってね。これじゃない。これ上下移動がわかんないな。ん？なんだ？ちょっと待ってね。ドローン設定で、順ってなんだ？順ってなんなんだ？わかんねえな。こうか？あ、わかったわかったわかった。なるほど。マウスじゃなくてこっちね。はい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 。ここ、猫の声すんな。
とむずい。待って、マジでむずい。人はいなさそうだけど。あ、いた、猫ちゃん。おい。ちょっと待ってね、安定しない、マジで。お、こんなところに猫がいるぞ。いいねー。ここは何よ。あ、これ以上いけない。はいはいはい。あ、これ以上いけないみたいだね。あれ、加工できなくなっちゃった。ん？あ、こうね。オッケーオッケーオッケー。これは中止しながら見ないと。あ、なんかあるね。調べる。お、ここはやたらどこかな部屋だな。けど村瀬の姿はない。はいはいはい。中止し、お、なんかあるね。ちょっと待ってね、これマジでむずいわ。酔っちゃうかも、みんな。どこだ。なんかこの辺でピュッて言うんだよね。これか。ほい。ここ、ここ。あ、なんかむずい。もういいか。ここも、あー一緒だね。はい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 。あご人いるね。うーい、めちゃくちゃ動く。待ってね。ん、これならマシか。なんだあいつ、あんなところでこそこそ本なんか読みやがって。本読んでるね。ん、他には、うーん、別にこれといってないか。うーん、やべ、これなんかあれあんのかな、体力的なもん。こっちからも見れるね。あー、でも別になんもなさそうだな。うん、なさそう。これ何これ。あー、もうすっげえむずい。これ関係ない。うーん、関係なさそう。はいはいはい。じゃあ他の回も見ようか。すっごいむずい。よいしょ。ここは見えないね。ブラインドがかかってて怪しい。ここはブラインドがかかっていて中が見えない。はい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 。消えるの早いな、文章。こういうとこ怪しいんじゃない。あー、でも横から見れないか。なるほど。なんかこの辺反応するな。あ、一緒か。今んとこ、これっていうのないな。あー、なんかある。ん？何に反応してる？なんかに、ん？って言ってんな。これは。どれにこれはって言ってる。あ、これか。ここは事務机が並んでいるな。下っ端の部屋。で、これ事務所か。はいはいはい。一通り見たけど、別になんもねえな。あー、こっちにもあるんだ。かといて、窓とかないね。このドアとか見れたりもしないよね。ああ、ここから侵入できるとかなんかない？なさそう。別にこれといってだな。
あ、でもドローンで村瀬を見つけるってなってんな。村瀬を見つけないとダメなんだ。どこだ。ちょ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 、マウスがさすごいのよね。ああ、勝手に落ちた。あ、いた、なんかいた。ちょっと待ってね、ここにいる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 。おい、あれ村瀬じゃねえか。いたいた。お前何やってんだここで。人蹴ってる？あ、どっか行っちゃった。くそ。どこの部屋に行ったか探そうぜ。どこの部屋に行ったか。さっきのヤクザみたいな部屋じゃない？あ、いたいた、いたんじゃない？ちょ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 、本当にすっげえ止まらない。あ、村瀬の姿は見えない。あ、いた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 よ今。こうこう、ここにいるんだよ、ここに。これ姿を押さえないとダメ。怪しいだね。ちょ、勝手に動くんだよねこれ、めっちゃむずい。こう、なんだ、ほい、いたぞ。あれが村瀬じゃねえか。やったな、タボ、さすがだぜ。でしょ。でもこのコントロールの仕方やといつか壊れるな、ドローン。マウスでのね、移動がめっちゃ難しい。個室か、やろう。自分用に部屋持ってるってことは、ああ、その立場だぞ。確かにそういうことか。俺らが行ったとこで会えるか。下っ端じゃないんだね。おまけに頭の弁護のためなんつったら叩き出されるな。いや、そうだね。村瀬じっくり絞るならあの部屋に入り込まないとな。はいはい、入り込むか。どうやるんだ。忍び込むか強行突破か。強行突破でいいんじゃない。いや絶対不利だよね。窓から忍び込む、強行突破、変装して、ああまあ一番妥当だなって思うのは変装して入り込むだよね。うん、まあ入り込めるのかどうか知らんけど、一番妥当。窓から忍び込むにしても、窓までっていうか、多分こういうところの窓って開かないとかじゃないかな。そうだね、変装して入り込むかな。誰かに変装して入り込むの。誰かって誰だよ。確かに。ピザ屋とか宅配便とか。うんうんうん、まあそうだよね。それじゃせいぜい受付までしか行けねえだろ。あ、そうか。じゃあ出入りの業者、ビルのメンテナンスとかの。ああ、なるほど。そいつはいいんじゃねえか。作業服なんかはドンキホーテで買えるしな。うん、売ってるね、なんかそんなやつ。ビルの中入ってく理由がいる。そいつはどうする。そうだな、あそこの室外機使おうか。あれがもし故障してたらどうなる。修理の業者が呼ばれるな。でも壊れるまで待つのか。壊れてなければ壊しに行けばいい。なるほど。そうか、もう納金なんよ。冴えてるじゃねえか。いや冴えてねえのよ。本当にターボか。どういう意味だよ。よし、じゃあまず室外機に細工してくれ。海藤さんはこっから見る。おう、それじゃ作戦開始だ。壊しに行くのね、室外機を。え、先に、え、何、衣装とか買いに行かなくていいの。先壊しちゃっていいの。うわ、手がやべえことなるってば。その折り方は、いいの。先にその何、衣装的なものを買わなくていいの。こないださ、なんかあったんだよ、衣装みたいな。あ、これ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 、ほら、一番最初に出てきたさ、汚れた服ってやつもあるんだよね。張り込みスタイルってよくわかんないけど、今選べないけどね、あるんだって。でも今買えないっぽいから、やっぱ先にとりあえず室外機を壊せってことね。はいはい、
ちょっと一回荒らしとくね、この辺はね。よし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 。あ、こんだけやっときゃ目立たへんやろ。鍵がかかってる、仕方ない。ピッキング電話かかってきた。警官がそっち向かってる。やばいね。急げ、さっさと済ませろ。ああ、え、急がないとダメ。ちょっと時間置いてからっていいんじゃない。ピッキングについて。ピッキングは鍵のかかった扉を開ける際に使う手段の一つです。ピンを上下させてシアラインを合わせます。ピンごとにシアラインの位置が決まっています。すべてのシアラインを。あー、なるほど。え、ピッキングの中には制限時間内に成功しないとゲームオーバーになってしまうものもあります。やべえな。ピッキング AD この操作説明のこのボタンなんだ。どれのことなんだ一体。わかんねえな。今秒読みしてた。もしかして。ピック上下、あ、こういうことか。あー、はい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 。あ、わかったわかったわかった。この色の濃いとこで止めんのね。ああ、結構時間猶予あるな。あ、これ直感的にできるね。はい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 。OKOK。どうすんのこれ。壊すっつってもね、室外機。そうそう簡単に壊れないと思うけど。なんか、硬いもん突っ込むとか、そういうこと？さて、こいつを止めるにはっと。消える！ゴリラがいました、ここにも。バイオハザードの世界にもゴリラはたくさんいますけども、ここにもいましたね、ゴリラが。蹴る、やりましょう。いや、そんなんで壊れる。そんなんで壊れるかな。いや、壊れんよね普通はね。 F、 あれ変わったいきなり急に。あ、壊れたみたい。我ながらいい壊しっぷりだ。プロの業者じゃないと直せないだろ。よし、それじゃあ次は変装の服だけど、ドン・キホーテなら売ってるかな、行ってみよう。むちゃくちゃなんだよね。そりゃ警察も来るわな。来てないの、警察は。大丈夫なの。じゃあドン・キホーテ行きまーす。ここかな。OK。こっち行って、大きい道路沿いに出て、右だね。はい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 。メンズ TBC ね。あ、そうか。木村拓哉さんが宣伝してたからか、メンズ TBC ね。なんだ、お前。お前らの音だけはすぐ耳に入ってくるんだよ。この野郎。金落とせ、金。おー、このガードがわかんねえんだって、ガードが。ちょっと一回ガードやりたいな。ちょっと待てよ。ガード覚えよう。ここ攻撃じゃなくて。ガードどうなんだ。あ、わかった。わかった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 。一回構えといて、こうだ。ほい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 。オッケー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 。やっとわかったわ。一回構えないとダメなんだね。はい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 。おう、やめろ。大谷、お前。大谷。大谷立って、お前。ボタンシフトだった。構えてシフトだったわ。相手に、だから向かい合ってないとダメやったみたいだね。向かい合ってる状態じゃないとダメやったみたい。なんかね、マウスのセンターホイールを押し込むと、その敵対してる相手一人に対してグッて、見つめ合えるんだけど、その状態でシフトをするとできるらしい。やっと謎解けたわ。すいません。いい顔してんなこの人。作業服だね。2000、結構高いんだね。あー、なんかいろいろ売ってんだね。なんか猫缶めっちゃ多いね。
なんか関係してくんのかな。これこのゲームなんか知んないけど猫結構関連してくるの多くて、なんかあんのかな。程よく焼いた鶏肉を食べやすくほぐした猫缶、猫にあげるみたいなのがあんのかな。あ、豚キムチある。これ食べたことありますか。豚キム好きなんだよね。麺がちょっと太めでね、美味しい。イカ焼きそばね、これも美味しいよね。大盛りね、はいはい。あ、これです、僕が好きなわかめラーメン。いや、これですって。何の話から急にこれですって言い出したのか分からんけど、これなのよ。これ好きなの、このわかめラーメンが。醤油ラーメンなんだけど味が濃いんだよね。なんかこの辺の醤油ラーメンじゃない、醤油の濃さというかね、美味しい。これでオリオンビールもうまい。作業買いまーす。おにゅう。これで着替えれんのかな。ありがとうございました。いいえ、こちらこそありがとう。じゃあこれで戻ればいいんだよね。はいはいはい。海藤さんかな、部屋のとこかな、どうしようかな。もしもし。チケンだって。作業服は変えたか。変えたよ。ああ、今買ったところだ。顔面凶器やからさ。じゃあすぐこっちに来い。そのドアップ怖いのよ。室外機が故障したのに気づいた。お、気づいた。たった今、下っ端が修理業者に電話したぜ。マジ。じゃあ今だね。狙い通り、急いでそっちに向かう。よし、いますかね。じゃあこれ戦闘になったりせえへんかな。なんかステルス的なことすんのかな。一番苦手なんだけど僕このステルスするの。どこだっけ。ちょっと向こうか。一番苦手な分野なんだけどな、我慢できなくなっちゃうからね僕。え、これ屋上行っちゃった方がいいのかな。どっちがいいのかな。あ、違うね、屋上に来いってことだな。誰だこのとこ、車止めたら危ねえな。海藤さん帰ってきたよ。これ2人で着替えんのかな。2人とも入れんのかな。お待たせ。お待たせ。それじゃ早速変装だ。うん、ああ、まずは修理業者に変装しよう。はいはい。変装について、変装もアイテムアプリ、まあまあこれは読まなくてもわかりますね。アイテムアプリのこれだね。WS で作業服に、はいはいはい。あ、これが張り込みスタイルね。張り込みスタイルはグラサンとニット帽をつけただけ。いらんやろそれじゃあ。逆に目立つやろそのグラサンも。こっちと変わらんやろ。うん。一緒、一緒だから。これも思ったんだけどさ、最初の方に、このゲームの最初の方にこの汚れた服着て出てきたんだけど、その後探偵をね、そのなんだ、追跡するために、張り込みするためにこの服着てたんだけど、結局捕まえるときこっちに着替えてたからさ、これ別に意味なくない。うん、別に着る必要なかったっていう思うんだよね僕は。衝撃的だったよ、キムタクが弁護士辞めた後にこのね、不老者みたいな格好してるのは確かに衝撃的やった。びっくりしたし、多分意味なかったと思うんだよね。作業着まーす。全然意味なかったと思うんだよな。おお、来た。よし、これでバッチリだな。バッチリかな。変装してるからって安心するなよ。あ、海藤さん来てない。目立つ行動は控えろ。一人で行けってこと。じゃあな。じゃあな、じゃないのよ。一人で行くのか。はい、行くか。よし、なるべく戦わないようにしていこうね。いくらなんでもこの事務所を乗り込むぐらいの人数って相当いると思うからね。お、ムービーだー。まずは受付に挨拶して中に入れてもらうか。
はいはいはい。普通に入れんのかな。どうもー、八神空調システムでーす。どうも。エアコンが故障されたそうで修理に伺いました。いい顔してんなこの人。お世話になっております。お世話しております。受けたまわっております。あ、本当？左手の扉から外に出ていただきますと非常階段の前に室外機がございます。はいはい。あの中のエアコンも点検させていただけますか？そうだね、そっちが大事だもんね。実際どういう状況なのか確認しておきたいので。中のエアコンってございますか？あ、やばい。そう、例えばそこの部屋にもありますよね。この際一通り点検しようと思いますので。そういうことでしたら、うん、はい、問題ないかと存じます。本当？ありがとうございます。それでは作業に取り掛からせていただきます。お姉さん勝手に入れたようで後で怒られへんかな。大丈夫かな。よし、さっさと警備室の中を見てから。警備室これか。いや、お姉さんが後で怒られそうで怖いわ。なんか暗いな。緑図を探す前にまずは電気をつけないと。電気、これだよね。どこだってあったか。あ、この状態は猫探せるやつ。猫いた、速攻いた。猫いました。他にも見れんのかこれ。なんかありそうだよね。あそこも見れない。この辺も見れないのか。はいはいはい。ん、なんか数字があるぞ。8919。なんかいかにもパスワードっぽいのがあるね。バイオやったら金庫を開ける番号かな。はいはい。あ、ここにもある数字708。とりあえず電気つけよっか。よし、見取り図を探そう。見取り図さっきのこんな、これじゃない？怪しい。はいはい。あー、これが見取り図ね。これこの階だよね。上の階とかないのか。今はなさそうなのか。ズームはできるけど、まあ、とりあえずこっから出て、外に出ろってことだね。3階の非常階段のところ、鍵がないと開かないみたいだ。はいはい。これじゃ村瀬がいた部屋に行けないな。あ、そうか。村瀬がいた部屋って3階だったね。ち、鍵を見つけないと。ここは警備室だから鍵がどっかにあるんじゃないか。探してみよう。はい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 。鍵ね。上に置いてたりする？あ、なんかあるね。待って、ここにも番号ある。何この部屋。番号いっぱいあるんだけど。鍵がデスクの上に放置されてたぞ。ちゃんと厳重に管理しろ。今回は俺が代わりにしまっといた。次やったら分かってるだろうな。なるほどなるほど。鍵がデスクの上に放置されていた。はい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 。どっかにあんのかな。鍵はこの部屋のどっかにしまってある。しまってある。はいはい。どこで探してみよう。なるほど。こういうとことかにあるってことか。金庫あるな。なんだ。あー、ナンバーロックあるな。何桁？3桁と4桁があるんだよね、さっきから。この金庫、デスクに置いてあったメモには厳重に管理しろって書いてあったな。厳重に管理するならやっぱ金庫に入れるよな。どれどれ。くそ、暗証番号必要なのか。どっかにヒントがないかさ。多分4桁だと思うんだよね。で、ここに8919っていうのと、ここにもあるんだよね。5038。どっちだろう。間違えたらなんか、その非常ベルみたいなのが鳴ったりするんかな。この5038はこのパソコン、ノートパソコンの番号っぽい気がするんだよね。まあ、やってみようか。5038ね。あ、これ全部見れる？もしかして。ポイント稼げる？なんだ？あ、稼げそうだね。
はいはいはい。あ、じゃあこれも怪しいな。はいはいはい。5038ね。まあ一旦何でもやってみましょう。5038。おい。あいた。ガバガバセキュリティー。ガバガバでしたね。医療キット。医療キットは別にいらんけど。ああ、これだね。ケージアウトの鍵。はいはいはい。オッケー、これでドアを開けられるな。さあ、村瀬のところに行こう。あー、ありがとうございまーす。よし。じゃあ行くか。村ちゃんとこ行かないとね。よし、それじゃあ非常口から外に出るとしよう。非常階段を使えば上に行けそう。はいはいはい。オッケー。おい、似たようなのがいるよ。え、これエアコンの業者じゃない?もしかして。どうしよう。後ろからやる?後ろから、こう、トン、トンって、トンってやる?ポンってやって気絶させるやつやる?あ、こっちからはいけないんだ。とりあえずじゃあバレないようにこっちから行こうか。じゃあ早めにやらないといけないね。もう壊したんだよね。俺が壊した状態のままのようだな。直せって言われても俺じゃ無理なんだけどね。おお、ちょ待ち。何?あんちゃん、エアコン直しに来たんやろ?そこを見終わったら上にも来てくれや。あ、はい、すぐ行きます。直せないんですけどね。こっち、ついていい。え、まだ直してないんですけど、下のやつ直してかな言わんかった。え、ついていくしかないのか。はよ直してくれんと凍え死ぬわ。凍え死ねばいいのに。社会のゴミども、役に立て、たまには。しかし怖いな、背中が怖えな。うるそうなエアコンやな、これ。何も動かへんのや。そうなん?わかりました。とりあえず見てみますね。見るだけね。おお、こんなやつ横におられたらめっちゃ怖いな。あ、みんな寒がってる。あ、すっごい寒がってる。これ失敗したらこいつらと戦わなあかんとかあんのか?あー、これは確かに故障してますね。うん。おお、早直してくれや。いや、無理だって。くそ、エアコンの直し方なんて知らないぞ。なんや、中開けてみたりせんのかい。外から触って直るもんなんか。絶対直んないけどね。こうなったら適当にやるしかないって。適当とかあんの。出た。ええじゃないんだよね。絶対直んないから、そんなんじゃ。あ、9。なになに、そんなん来んの、いきなり。うい、治るんだ。なにその家庭用のなんか昔のテレビみたいなやつ。いえいえ、お役に立てたようで何よりです。それじゃあ私はすごいな、脳筋ってすごいね、やっぱり。ふう、ヒヤヒヤしたぜ。帰ろう、早く。バレる前に。なんか見れるもんない。あ、みんなもう凍えてないね。よかったよかった。あー、なんだ、お前、ありがとうって言ってもいいんだぞ。なんだ、その偉そうな腕組みは。ありがとうって言ってもいいんだぞ。でも、ちょっとあまり関わると、長居するってやばそうだから。誰や、お前。いや、お前が誰じゃ。あ、私、エアコンの修理に来たものでして。ほんまか?見たことない顔やな。見たことない顔のやつも来るやろ、そりゃ。エアコンの修理業者なんやから。エアコンの修理業者の顔を覚えてるのか。そんな頻繁に故障してんのかよ。いつものあんちゃんはどないしたんや。てっきりあいつが来るもんやとばっかり思っとったわ。たまにちゃうやつも来るやろ、そりゃ。それはですね。なんだ、なんか文句あんのか。ようやな。もっかい業者に電話して、どないなってんのか確認してみようか。エアコン直したやんけ。こいつが業者に電話して呼んだのか、どう言い訳すれば辻褄が合う。おっと、洗濯?これ絶対間違えたなぁ。戦闘だよね、多分。え、これもしかして間違えてゲームオーバーとかもあんのかな。代理だと答える。まあ、これ一番ぽいよね。え、別の業者を装う。それはちょっと悪手な気がするね。整形したと答えるはまず一番ないから、整形したと答えるにします。実は整形したんです。整形
絶対無理やと思う。ちょっと自分の顔に自信が持ってなくて、それで貯めたお金でやっと整形どうしようゲームオーバーなったな。ほな、なんで声まで変わっとんやん。整形したからや、喉も。声？さっき俺が電話した時と全然声がちゃうやないか。まさか今の今で声も変えてきたっちゅんか。そうや。しまった、直接本人と電話してたんだったな。もっとマシな嘘つけばよかった。なんやこいつ怪しいで。登場会の回しもんやないか。まあどうせ戦わなあかんねやったら、生かして返すんやないで。あのさ、あれみたいなもんよ。バレへんかったらいいんですよ、なんでも。だから全員殺せばいいんですよ。全員殺してしまえばバレてないってことになるから、それでいいの、ね、結局はね。お前ら強いな。ほんでやべえ、俺死ぬかもしれん。結構強いぞ、ダメージの溜まり方がえぐい。やばい、これやばいな、死んじゃうかも。全員やっちまえばいいんです。いや全員ね、バレてないってことになるから。よいしょ。やべえ、なんか強いマークみたいなのが出てる。よいしょ。三角飛びしたい、三角飛び。あ、くそ、今デッキそうやったな。まあ、こんなもんですわ。ふう、なんとか乗り切ったな。嘘がバレる前に先を急ごう。乗り切ってないって思うけどね。絶対バレると思うけどね。机壊せる。机壊せるよ。もうこの際ね、抹消していこう全部。どこまで壊せんだろう。これは無理なんか。あ、これ無理なんだ。壊せるやつと壊せるやつがあるんだ。はいはいはい。まあ、絵かすっきりしたし。どこ行けばいいっつってたっけ。非常階段かな。上って言った?これ階段で上がれんのかな?あ、こっちに目的地ついてんな。あ、もうこの階段。あ、もうついたね、これ多分。ちょっと待ってね。体力やばいんだよね。回復って医療キットしかないよね。医療キット使うしかないってことか。お、どっちどっち。あ、こっち非常口だからこっちか。鍵がかかってるな。あ、そうだ。警備室から拝借した鍵。確か3階って書いてあったよな。使えるかもしれない。試してみよう。試しましょう。鍵束について。鍵束は鍵のかかった扉を開ける際に使う手段の一つです。持っている鍵の中から鍵穴に合うものを選んで。どういうこと?勝手に使ってくれないんだ。鍵を選択。あ、どういうこと?どっちってこと?キーじゃない?よし。あ、開きました。よかった。え、あ、部屋じゃないんだ。非常階段の鍵なんだね。で、ここね。あれ、この扉見取り図になかったぞ。ヤクザの事務所っていうのは厄介な強盗してんな。鍵の種類が明らかに違う。さっきの鍵じゃ無理そう。しょうがない。ピッキングを試して。何でもできんな。ピッキングね。はいはい。これもさっきと一緒だよね。よし。はい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 。これは秒ないんだね。時間制限がね。あ、さっきは警察が来るから時間制限があったんか。本当に何でもできるな。あ、で、部屋に来たんだ。あ、なんか落ちてる。上り階段がない。ここが最上階ってわけじゃないよな。村瀬がいたのは5階だったはずな。どっかに登れる道がないか探し。5階だったんだ。3階だと思ってたわ。お、スタミナン X いただき。ここっぽいけど、階段がどっかにあるってこと?入れる?あー、暗証番号付き。確かここは倉庫だったな。ここの辺りのある番号は8919。
8919。あ、いたー。あれ全部見といてよかったね、番号。どういうことだ。高速体術の子、これを入手し、ダブルスウェイが解放されました。ポーズメニューのスキルアプリからですよ。あー、なるほど。高速体術。どれのことどっから取れてんの。スキル全然つけてなかったね、そういえばね。マウスがさ、言うこと聞かねえんだよね。どこについてんだろう。新しいスキルが解放されました。高速なんちゃらって言ってたよね。どこにあるんだろう。スペシャルかな。あ、ピッキングとかもあるんだ。はい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 。ナイスハンド。なんだこれ。なんかいろいろあるんだな。責任転嫁。回復アイテムの最大所有数が1個増える。あ、それいいね。ん？どこにあるんだ？スウェイっていうのはね、あの避けるやつ。あ、これだ。あ、でも SP はいるってことね。はいはいはい。あの覚えれるようにはなったけどってことか。あの避けるときにシュンシュンって避けるやつ、あれがあのダブル、あ、じゃあスウェイってやつね。はいはい。どうしようかな。なんか攻撃のかっこいいやつ欲しいよね。スペシャルじゃねえわ。なんか、かっこいいのがいいな。八景とかあるやん。かっこいいね。線。つけたいな。他に何があるんだ、でも。当時の辺まだヒートアクションっぽいやつだよね。馬乗り強打。これやりたい。馬乗りしたいよね、やっぱりね。これは壁飛び収益。あ、これいいね。壁を蹴って飛び上がった勢いを利用し、空中から打撃を与える。いいね。しかもこれどっちでも使える。一戦でも演武でも。はあ、はあははあ、これもどっちでも使えんのかな。はいはいはい。あ、ボタン連打回数でダメージどうか。いいね。しかもこれ全部安い。100しかない。高く舞い上がり、空中から全体重を乗せた。これよくわかんないけど、これもつけとく。はいはいはい。多分あの、村瀬と絶対戦いになる感じがするんで。つけれるもんつけときたいよね。アビリティって何？あー、攻撃力アップとかあるんや。これはいるよね。ボディバランス。はいはいはい。これはでも一戦限定なんだね。これ欲しいね。攻撃力アップね。これちょっとつけとこう。はい。こんなめちゃめちゃつけていいんかな？新しいスキル解放されました。一個つけたら、なんか増えていくんだね。あ、これが解放されたのか。はいはいはい。まあまあ、あといいか。別にね。アミノ X。絶対こんな回復いっぱいあるとこなんか絶対戦わなあかんよね。あ、これ入ってきたとこか。なんかまだ暗証番号がいるとこがあるんだろうね、これ多分ね。ここだ、こっちか？開かない？ここは入れないんだ。あ、でもなんか後ろ緑になってんな。開かないね。まあ、こっち行けってことだな。応接室って書いてあるけど、やけに厳重な扉だな。この扉は暗証番号が分からないと録を解除できそうにいないな。あともう一個あったよね。プラスがいたのはこの部屋じゃない。今は先を急ごう。行けないの？じゃあどうする？
開かない。非常階段から上に上がれんのか？開かないっぽいよ、なんか。開く？おいこら！なんじゃい？死ねえ！ほんま、すまへんでした！手間取らせよって！なんだ？上で怒鳴っているところが来るな。ここから行くとぶつかってしまいそうだ。いつも通りやっちまえばいいんじゃない？仕方ない、別のルートさ。別のルートないんだけど、やればいいと思うんですよね。さっきからそれで来てんだし、どうせ納金なんだから。開けれないの？開けれない、入れなくなっちゃった。ここ倉庫しかなかったよね。入れなくなったんだ。入れるな。どっか。こっからは行けないもんね、上にはね。4階。あと1個上がらなきゃいけないんだよね。で、ここ開かないっていうか、もう反応もしないんだよね。え？一回降りなきゃダメ？窓から外には、出れないと思う。わかんないけど。一回やってみっか。開けれる動作がないね、こっちはね。まあ、究極わからんかったら下降りてみるっていうのも手だよね。あ、そこ窓開いてるもんね。これ怪しいよね、どう考えても。あ、いけそう。ここから外に出られるが。あれを使えば上に行けそうだ。お、怖い。他見れそうなもんはない。これ取れるもんじゃないよね。ここじゃない？この下の階だよね。これか、やってんの。うわぁ、えらいことやってる。奥に見えるのが非常階段だな。あれを使えば5階に降りられるな。5階。非常はわからないけど、お取り込み中みたいだ。バレないように迂回して階段まで行こう。バレないように。バレないようにって、できます？ドアホー、何してくれとんねん。あんだけ言うただろうが、すんません。ほんまにすんません。何やろ、部下ってことかな。部下って言わへんか。下のもん、上のもんが下のもんをなんかやってるってことだよね。メンツが大事らしいからね、ヤクザはね。よし、あとはこのフェンスを乗り越えるだけだ。これ絶対僕フラグだと思うな。バレるメインでしか思えないんだけど。この階段降りるんでしょ、だって。やばくない？やっべ。あ、そうなるよね、絶対ね。なんやお前は。なんやお前。エアコン業者でーす。全滅これ。どうも、あ、お疲れ様でーす。あざーす。危ないっすよ。いや、それ無理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 。絶対一緒に落ちる。絶対一緒に落ちるから。いや、そりゃそうなるよね。そりゃ怖かったやろね。あー、怖かったと思うわ。もう死んだと思ったやろね。あんな目には絶対痛くないね。あら、復活してきた。もうめんどくせえな。でもいろいろ試せんな、今から。さすがに落ちた人たち、落ちた人はあれだね、復活できなかったね。よいしょーい。ちょっといろいろやりたいんだけど、ちょっと待ってね。あー、そっちに行かねえんだよな、その後ろに。いれいれいれ、ちゅちゅちゅ、待ってって。今やってんでしょうが。
か。今誰か落とさんかった？今なんか出たな、ヒートアクション的なやつが。あーダメだ、ちょっと待ってね、僕死にそう。おい、なんだこいつ、なんだこいつ。こうか、あぶね。ちょっとずつ体力削られんな、あれやられたら。ちょっとスタミナ X 食っとくか。ちょっと待ってね、スタミナン X、タウリナーは EX ゲージが少し溜まる。スタミナン X は体力が回復。はいはい、これしようか。お、フル回復だ。ありがたいね。あ、しかも3分の1ってあと2本あるんだね。よいしょ。新しい技試せなかったね。なんか練習するターン欲しいわ。うん、結局やるんかいっていう話やったけどね。バレないようにみたいな感じのこと言ってなかった？ここまで騒いだらもう聞こえてると思うんやけどな、ブラセにも。いいから帰れって言ってんだよ。何？でもこれカイトさんの声だよね。あれ？カイトさん？エアコンが故障したって聞いてきたんですけど。あ、そうか、本物の方か。だからその件はもういいの。治ったから。治ったから。じゃあ一応問題ないことを確認させていただいて、そしたら書類にサインだけお願いします。こんなひつこくしたらどつかれるよ。なんで修理してねえのにサインがいるんだよ。確かにね。とにかくもう帰れって。あ、ちょっとお手洗い借りていいですか。めっちゃ粘るやんこいつ。ダメだ、漏らせ。漏らせ。あ、でもありがとう、ガイトさん。ちゃんと見張ってくれてたのね。ありがとう、ありがとう。粘っといて、もうちょっと。すぐ終わらすから。ムラッチに会いに行ってくるね、僕はね。ムラッチ、あ、ここだな。あ、待って。他にもなんか、アイテム取れる場所ないのかな？あ、ここ開かないわ。なるほど。こういう場所があんのね。じゃあね、ムラッチのとこ行くか。村瀬くん、遊びに来たよ。少しだけ話したいんですよ、村瀬さん。かっこいい。俺も命がけで来たんだ。それに免じて。まあ、そんなわけにいかんわな。舐めとんのかこら。椅子に当たらんといてくれます。いきなり、いきなり戦うの。しゃあない。ういっと、こいつポケカス、このパンチパーマ。おーん、この野郎。お前、コブ。お前、下のもん、お前、いいって強、こいつ。下のもん掘って、お前、逃げたくせに。おーん、な、いいって、いいって、いいって、強、こいつ。これ、ガードやっとかない、やばい。いいね、いいね。よいし。ラッシュ入ってるときはやらなあかんな、多分。ちょっと外れたな。いった。あ、戦い方覚えよう。ボスとの戦い方覚えよう。椅子でどつく。椅子でどつけばいい。こういうやつは。ボスとの戦い方、椅子でどつけばいい。そして窓ガラスを割ればいい。あ、全然違うとこ見てた、今。EX 攻撃できないかな。できそう。ほらー、ヤクザキック。まあ、弁護士だけどね。あ、弁護士じゃねえわ。探偵だ。いいって聞いてる。今聞いてた顔したー。あ、なにこれ、ムービー入ったよ。あ、やばい、絶対なんかやらされる、これ。おい、あぶねえ。うぅ、かっこいい。おい、僕と持たすよね。いや、絶対これ痛いよね、僕とつってもね。致命傷について、敵が激しいオーラをまとって繰り出す特殊な攻撃、モータルアタックや銃弾など危険な攻撃によってヤガミが致命傷を負うことがあります。はあはあ、なるほど。通常の食事や回復アイテムでは回復できませんが、カムロチョンどっかに存在する医者の治療や専用アイテム、あ、医療キットさっきもらったよね。あー、だからこの削られた分回復しなくなっちゃうってことか、致命傷を受けると。なるほど、なるほど。EX ブースト、画面左上のEX ゲージを消費して Q で EX ブーストを発動できます。あー、攻撃がスピードアップすると。はいはい。
ちょっと待ってね、僕これあれにするの忘れてた、1対1のやつ。おっぷねおっぷね、いった。あ、ほんとだ、ちょっとなんか変な鎖みたいなのついてる。いていていて、ちょっと待って、ガード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 、あっぷねー、ガードガードガード、よし、ちょっと待ってね。EX ブーストが出てくるんだ、ずっと。あ、もう使えんのか、ほいほいほい。これがブーストね。あ、ほんとだ、ガード無視みたいになってる。なるほど。あ、コンボ早くすんのってそういうことか。あー、危ないね。ちょっと待ってね。死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう。スタミナン X。ほい。よしよし、あ、やれやれやれ。危ない危ない危ない。ちょっと待って。そっちじゃないんだよね、やりたいの。ちょっと待ってね。これ。あー、チェンジ、取らせてくれって。ダゲンナーは言われるよね、そりゃ。そりゃそう思うわ。おい、俺もゴルフクラブで。へい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 。おー、どうだ、この野郎。お前も持ってんだから。しゃあねえ。こっちも持って。いってー、強い。あー、そんなんちゃいますやん。そんなんちゃいますやんか。あ、仲良くしましょうって。いって、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 いって。やっぱ、こいつ、強っ。ちょっと、そんなんちゃいますやんって。仲良くしましょうって。やばい。なに、やばい。傷つめたなってる。だるまだるまーだるまじゃい。ほらお前、こんな野郎、調子乗りやがって。いった、やっぱいって、そんなんちゃいますやんって。仲良くな、あ、ちょちょ、持つな持つな、やっぱ死ぬ。ちょもうこれ行き切った方がいいな、どうも。 やりきろ、アップで。ガードが効かんときある、これたまに。やっぱブーストして攻撃だ。これ危なかった。危なかった、死にそうです。村ちゃん意外に強かったわ。下のもん見捨てていった村ちゃんやけど、意外に強かったわ。何が目的や、お前。そのパンチパーマ借り上げたろかな思って。あんたと少し話したいだけだ。横だけ。これ見てくれ。2ブロックにしようかなと思って。うわ、ダッサい写真見せてしもたよー、かわいそう。お前が逃げてる写真やでってやつ。こんなんで正直喋る？久米が殺された事件を調べてる。羽村の弁護士に頼まれて。絶対言ったあかんやつ。羽村を弁護しとるっちゅうことか。そうだよ。アホんだな。そんなもん相手に何も喋らんぞ。いや、そらそうやろ。その交渉ならもう済んだと思ってたよ。交渉してた今。まださっきの続きやるか。どのタイミングで交渉してた。こんな真似してただじゃすまんで。顔を覚えたさかいな。あんたも本当に羽村が久米を殺したと思ってんのか。当たり前や。他に誰がおるっちゅうね。確かにね。俺もそれを確かめてるとこでさ、あの夜何があったかはっきりさせたい。はっきりしてるやろが、羽村が久米の目えぐったんや。以上。以上。どこで、どうやって。リズムしてる。あの店のゴミ捨て場や。リズムしてた今。あそこで殴り殺しにしたやろが。あ、いや、少なくとも殺しの現場は別だ。それについては証拠がある。はいはい。おっと。あったよね、証拠。いや、あったけど、これ見せてなんか意味ある？まあまあ見せるけど、突きつける。これがその証拠。あの血痕がなかったってやつだよね。なんやこれ、クメの死体。見せたくない、見せられたくないよね、こんなのね。逆効果じゃない。この写真の中に手がかりがある。はいはいはい。クメは死亡後に別の場所から運ばれてきた。そのことを示すポイントがあったはずだ。なんか地面のやつだよね。ん、なんだこれか。これだよね。結婚の見当たらない地面。よし、これだ。はい。余裕すぎたね。あんたに見せんのは酷だったかもな。そうだよね。けど、この写真で死体の周りにほとんど血の跡がないとわかる。確かに。別の場所で殺された後、ここへ運ばれてきたってことだよ。うん。そうか。じゃあまあ。あら、物分かり良かったわ、このパンチパーマ。少し落ち着いて話せるようになったか。もうマブダチだね、ムラッチ。ムラッチ、ヤガミッチっ
ていこうか。今後ね、仲良くやっていこう。これでやっと本題に入れそうだな、ブラッチ。よし、なら一つずつ行こう。うん、一つずつ刈り上げていこう。あんたはアムール前から逃げ出した後。いや、これかわいそうなんよ、この写真使ってあげんの。あんま出してあげんといて、その逃げてる写真。何も動かなかったのか。あ、そう、これ気になってた。動いたに決まっとる。クメを奪い返すために俺は。はいはい。教令会の仲間に応援頼みに行って。あ、やっぱ行ったんだね。でも応援は集まらなかった。うん。あ、アホ抜かせ。応援は集めたで。あ、そうなんだ。アムールにも勝ち込みかけたわ。いつ？アムールにはもう人の出入りはなかった。確かに。そう思うわ。防犯カメラに映っとらんかったからやろ。うん。俺らはそいつを避けて裏口に回った。ああ、裏の壊れてるとこ？防犯カメラも壊れとったしな。なんでそんなの知ってんの？調べてたん？アムールに踏み込んだんや。踏み込んだ。アムールの中に？ああ。せやけど店の中には誰もおらんかった。あ、やっぱいなかったんだ。隅から隅まで全部探したんやがな。その時の時間は？夜中の12時過ぎっちゅうとこや。ああ、じゃあもう検察によれば羽村が出ていった後だよね。いたぶってた頃だ。あんたの話が確かならそのストーリーがひっくり返る。ほんとな。検察の細い話なんぞどうでもええわ。とにかく組めやったんは羽村や。他におらんやろか。かもな。ただ今のあんたの話は警察も検察も掴んでない。はいはい。だからいや絶対無理やろそれは。やると思うか。せやね。なんで俺がそんな真似せなあかんのや。ダホダホ。力ずくで証言させる。まだ力ずくって言おうとしている。力ずくで証言させるわけにもいかないしな。どうしようもないが。え、そりゃそうだよね。もう十分力ずくしちゃったからね。うん。一応聞いてみただけだよ。一応でも聞くな。あ、帰った？なるほど。あれはあれで終わりなのね。じゃあ村瀬によると、はい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 、12時の時点でアムールには誰もいなかった、うん、っていう証言は分かったね。ハムラの頭は12時頃クメを解放してサウナへ行ったと言ってる。はいはい。村瀬の話とは矛盾しない。うん。となるとハムラの頭マジでやってるのか。カイトさんやってると思ってたの。頭がサウナに行ったって証拠が出ればね。そうだね。まあ結局はそこなんだよな。それでも今日は十分だろう。あとは明日だ。海藤さん男前やな。よし、海藤さんも今日は上がって。お、情報が追加されましたと。はいはいはい。怖えのよ、もう存在が。存在が怖いの。あれ、体力回復してる？してないね。もう僕回復薬みたいなのないよね。医療キットか。で、なんか、結構ダメージ食らってっかな。あ、でもなんか、事務所で寝たら治るんだよね。体力。この間回復してたから、事務所で寝りゃいいのか。え、もうカイトさん行っていい？なんか話せるけど。そういや、お前、村瀬に顔を覚えられたろ。うん。バッチリと。しばらく街歩くときは気をつけろよ。いや、ほんとよね。怖いよね、今後。それはだから手が痛いってば。手が痛くなるやつ。じゃあ事務所帰っていいってことかな？いやー、なんか向こうからやばそうな歩いてくるなー。チンピラかな。いやー、もう目つけられたね、今完全に。やりますかー。街のチンピラでいろいろ、あ、待って、一線のまんまだった。よいしょ。ですね。あ、違う。お、こうだよね。あ、あれあれ、なんでなんで。一人だけにしたいな。こう。うわ、うまいこといかねえんだよな。あー、今入りそうだったー。惜しかったー。なんでそれた。こう。なんでそれ横に行くの。むずい。ダグ、
時間食っちゃったよ。時間食っちゃったね。イエーイ、1000円もらいました。ありがとうございます。 Thank you。 事務所どこだっけ。あー、大通り出た方が早いね。大通り出て、どっちだ、こっちか。違うな。大通り出て右行って右だな。なあ、また来たの。もうめんどくせえ。痛そうなやつ、痛そうなやつ攻撃。ほいほい、痛そうなやつ攻撃。アイテムっていうか、この武器持ってるとあれだね、あ、痛そう。まとめて攻撃できるからいいね。一人じゃなくてね。はいはいはい。うわー、今綺麗に足開いてたね。うん。お前もなって。何回も言うけど。こんな街中で暴れまくってる探偵とかいないからね。そんなの通じないから。ここの道入っていってみるか。こう行っての、こう行っての。これ恵比寿屋か。あー、なるほど。こっちからショートカットできるな。あ、そうかそうか。ここを乗り越えたね、そういえばね。はいはいはい。これ絶対怒られるよね、この車の。まあ、ここ止めてるやつが悪いよね。なんとかでけへんか。邪魔なんだよな、これ。なんかこう、止めたことを後悔させれるような何かでけへんかな。窓ガラス割るとかやったらこうね、あんま思んないよね。タイヤの穴を開けるというか、こうパンクさせるっていうのはちょっとやりすぎな気もするから。この、なんやろな、ミラー1個ぐらい割っとくか。できないな。残念。よし。帰ってきたよ。これ画面なんか、僕周りが赤いんだけど。これダメージ受けてるからか？あ、そうそう。これも見たかったんだよね。なんか届いてるな。プレゼントを受け取りください。初回特典。探偵支援パック。あ、初回特典とかあるんだ、これ。とりあえず、死神の遺言リマスターのご愛顧いただき。あ、で、こんなくれんの？これ先に持っとくべきやったー。新米探偵パック。あ、もう一個くれた。いっぱいくれる。真相究明パック。ドローンレーサー支援パックをお送りいたします。一級品のネジ。このネジとか拾うんだけど、これってドローンに使うんだね。ドローンの改造にこのネジとか使うんだ。なんか街の中でたまにこのネジとか拾うのよ。なんなんやろ思ってたんやけど。そういうことだね。はいはい。あ、またもらえる。めちゃくちゃくれるね。仙人支援パック。赤色の奇跡。これ何これ。プレイパス。これ何に使うのかわからん。さ、その前に。あ、またくれる。めっちゃくれるやん。むちゃくちゃくれるんだけど。運の戦略。はぐくも、なんな、俺、わかんねえな。迎撃、あ、これもあれだよね、多分。スキル解放できるんだろうね。めちゃくちゃくれる。あ、ダウンロードコンテンツをご購入ありがとうございます。商品を受け取る。どの、何？こんなダウンロードコンテンツとか買った記憶ないんだけど。あ、めっちゃくれる。ドローンフレーム。あ、ドローンのフレームね。はい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 。あ、めっちゃ、な、カイトお手製マジ。あ、これはちょっと欲しいな。もういいです。もういいです。もういいです。なんか怖くなってきた。もう怖くなってきた。もうなんか。8分の1スケール、沢村。あ、はるかじゃん。はるかみんなわかんないよね。多分僕が思ってるはるかだと思うんだけど、竜が如くに出てくる女の子がいるの、ちっちゃい。はるかちゃんっていう子がいるんだけど、多分それだと思うんだよね。あれでも違うのかな？なんだなんだ？尾道よ。誰？ブラ、だ、なにこれ？ちょっともう怖いんだけど、これ何これ？めっちゃ来る。めっちゃくれるんだけど。なになに？もう終わんない終わんない。終わんない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 。
終わんないわ。すっげえくれる。ちょ、沙織さんの衣装変更機能。あ、それはちょっと見たい。三浜さなら、もうわかんない。誰？もうわかんない。わかんないよ。なんかもう、わかんないのいっぱい出てきた。あ、極み陶器団の戦略。あ、これはちょっと欲しいね。わかんないけど。極み。この極みっていうのは多分、スキルだと思うんだよね。めちゃめちゃついてくんだけど。いや、僕そんな変わったパック買ってないよ。普通にこの購入しただけよ。このジャッジアイズを。なんかついてるやつとかじゃなかったよ。買ったの。あー、なんかそういう今セールみたいなのやってんのかな。ついてくるみたいな。あー、やっと終わった。あー、疲れた。なんかいっぱいついた。何？カスタマイズとかできんの？ファイト、お手製ハートフレーム。ちょっと見たいんだけど。あー、なんかコストとかがかかるんだ。わかんない。ちょっとこれわかんないかな。ちょっとさすがにこれは無理だな。スキルなんかいっぱいもらえたよ。あ、一回アイテムかなんかで使わなあかんのかな。うわ、めっちゃあるやん。初回特典めちゃくちゃあるんだけど。あ、これか。極み陶器団の戦略。無限ってあるんだけど。火の玉を撃てるようにある不思議な戦略。効果時間15秒が無限あるんだけど。え？チートやん。こんな。しかも結構な量あるよ。エンカウントでアイテムを落とす確率が上昇する。あ、これはでも1個なんだね。10分の1っていうのは10個中1個だけ持ってるってことだよね、多分。演武と一戦のコンボスピードが速くなる。あ、この辺は、この、時間制限があるってことなんだ。はい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 。まあ、じゃあいらないか。無限すごいね。まあ、また使える時があったら使おっか。まあ、いいわ。あ、そうか、これ鍵。どっちかわかんないんだけど。でかい方。よし。開きました。古い方の鍵だったね。なんか古そうな鍵だなぁと思ったんだよね。これで寝れば回復するはずだよね、多分。あ、一回寝ようか。はーい。いや、戦闘中に飲むんじゃない？さて、村瀬の証言も聞けたし、新谷に報告しに行く。あはは、新谷って言ってんだね。うん、心の中では。新谷さんじゃないんだね。あ、やっぱりこれ回復してない、ここ。この致命傷のやつ。まあ、いっか。新谷とりあえず会いに行くか。やっぱ致命傷の分は、その救命とか、救命薬とか、なんだっけ、お医者さんにかからないと治んないのかな。わー、牛丼うまそう。牛丼食いてー。さっきから尾道を東京出身したんだとか、なんか言ってるんだけど、まず尾道夫が誰なんだっていう話なんだよ。あ、なんかフィギュアとかもらってなかった？部屋に飾ってくればよかった。間違えた。源田法律事務所でいいんだよね、多分。行くのは。ここね。もうこの辺は覚えました。よいしょ。じゃあ、新谷に報告するか。新谷にね。新谷に報告しよう。開けてくれい。沙織さーん。なんか沙織さんの衣装変更みたいなやつもあったよね。見たいね。どんな衣装に変更するのか。あ、誰も喋れない。全員無視。来た瞬間、全員無視です。こっ
とはさ、おお、よく来たな八神とかないっすか、なんか八神さん元気ですねとかなんかないのね。お前に至ってはなんだ、パソコンしか見てやがらねえ。こっち見ろ、後輩やろ言うたら。もう新人六方全書置きすぎちゃうか。六方全書読むのはいい、二冊いらんやろ、一冊だけでええやろそれ。お、聞いてんのか。なんやねんお前、こっちお前だけお前俺を見とるやないか。なんや、好きなんか。俺は好きじゃないけどな。いや、何か進展あったか。ないわハゲ。教令会の村瀬と話してきたよ。 KJ アートって会社が連中のアジトだった。うん、それでよく無事だったな。本当にね、無事じゃないよ。大丈夫だったのか。致命傷受けてます。俺は自分の仕事をしてきただけですから。新谷先生、出た、またそういう嫌味なこと言う。これ八神は八神で悪いと思うけどね。僕は12月3日夜12時頃、村瀬によればアムールは無人だった。うん、男前。つまりその時間ハムラが久米をいたぶって。源田先生も聞いてるやん。検察の主張とは矛盾がある。おお、いいじゃねえか。でもそれ村瀬は証言してくれんのか。いや無理だろうね。ダメでした、やっぱりか。うん、だが村瀬のその証言は信憑性が高い。実は俺も面白いもん見つけた。前の顔が面白いね。久米がハムラに拉致されてから3時間後のアムール前だ。うん、つまり夜12時頃。はいはいはい、画面の端っこだ。よく見てろ。どっち端っこって。お、あ、これ村っちゃんじゃない。ムールに人が出入りしてたわけじゃないんで見過ごしてた。村っち。証言通り村瀬は本当に久米を助けようとアムールに来てたらしい。ただ子分がさらわれてから3時間後に来たんだね。もう遅くないそれ。はよ来いよ。村瀬たちがアムールに来てたって映像か。で、防犯カメラを嫌って裏口へ向かった。なるほど。一回表側に来たけど防犯カメラに気づいて裏口に行ったってことね。もうマブダチだからね、村っちは。またそろそろハムラの頭と話すか。もうそういうタイミングじゃない。うん。わかった。これから接見できるようにする。また会うのか。あいつ嫌いなんだよな。嫌いなやつばっかだな、このゲームに出てくるやつ。お、あ、森さん、何？あれ、あんた吹き出し出しといて、ぷいってなくてよくない？前髪切った方がいいよ。八神さん。はい。真冬と話したんですよね。話したよ。ああ、話したけど。真冬、嬉しそうでした。久しぶりに八神さんと会えたって。あら、そうなの。あ、そう。でも寂しそうにも見えました。なんで、なんで、なんででしょう。それじゃ。おいなんででしょう、それじゃ、じゃないのよ。言っていけよちゃんと。あの、女心がわからない男なんだから。八神は、八神探偵は、カワちゃん探偵です。どうもこんにちは。女心がわからないんです。言ってけちゃんと。分かってんなら何を気づいてんのか知んねえけど。だあ、真冬か。どこに行けばいいんだ。何するって言ってたっけ。あ、電話を待たないといけないって言ってたよね。待ってる間なんかやっとけってことか。なんか行き先とかもないよね。一旦ちょっと事務所戻ってで、あれしようかな。なんか飾れるやつとか見たいよね。で、ついでにつくもんとこ行って、なんかあの、フレンドで絆ゲージが満タンになったらなんかもらえるみたいな。あったらもらえる、アイテムもらえるみたいな話をしてたので、それをちょっともらいに行ってみようかな、一回ね。何がもらえんのか。多分大したもんじゃないんだろうけどね。ここだよな。毎回ここにいるのかわからんけどね。毎回いるのかな。よし、もう。
矢上氏、おにぎり余ってるんで差し上げます。やったー、ありがとう。ツナおにぎりもらいました。ヒヒ。コンビニ弁当は常温でも腐らないからいいですよね。やったぜ。ありがとう、つくもし。おにぎりもらいました。例えばレコードって拾わないね。ほんとだね。まあ、まだ後なんじゃない？わかんないけど。今ね、そのサブクエストも出てきてないから、まだ。サブクエストが出ると、このマップ上にね、うん、これじゃないね。青い、水色っぽいマークがつくんだよ。それが多分サブクエストが出てきたっていう、状態なんだけど、まだ一つもないから、まだちょっとこのエピソードを進めていかないといけないんだろうね。うん、で、その中で出てくんじゃない？わかんないけどね。じゃあ、とりあえず一回事務所帰ろう。こっちか。ごめんねー。なんか他に行けるようなとこあればいいんだけどね。今んとこまだなんか、行けそうな感じがないんだよなー。あの子ちゃんと勉強してるかしら。なんか心配してはる人がいるなー。あれ、ドンキまで来ちゃった。ドンキまで来たらダメだよね。どこだっけ、事務所。あ、なんだ。やんのか、お前。お前来た瞬間にどつきますからな。やんのか、この野郎。なんか技使いたいんだけどな。ここになんかある。これ拾いたい、これ。これ何？これ何？何拾ったこれ、僕。スマホ？めっちゃちっちゃいもん拾ってるけど。これ何持ってんの？もうちっちゃすぎて見えないんだけど。時間食っちゃったよ。食っちゃったね。まあ、いっか。ここだな。あ、なに？お前も地形のか。これから羽村と接見できる。お前もすぐタクシーで河村署に向かってくれ。はいはいはい、はい、分かった、どうも。それも後でええわ。どうせ死んだりだし、別にあいつは待たしていいと思う。ちょっと一回部屋見たいよね。はいはいはい、アイテム買わざる。アイテム選択。あ、やっぱ一本ある。めっちゃ増えてる。っていうか、これ、なんか、チートっぽくてやだな。タマ、ムサシ、ハナ、ルーシー、セレーネ、マシュ。これ多分猫だろうね。トラとかね。ぽくない？ちょっと顔見たいんだけど、お餅。名前がいいからお餅にしよう。あ、かわいい。お餅かわいい。アミクニいらっしゃーい。ありがとう、ナイスパー。なんて書いてあるのそれ。もしもし、This man。どういうこと？ちょっと待ってね。今、お餅に夢中だから。でも、ありがとう、ナイスパー。サンキュー。ありがとう。お餅、こんなところに置いといていいのか、でも。本当にいいのか。まあじゃあここをお持ちしようかな。あ、かわいい。かわいいお持ち。ちょっと待って、どんな風に見えてんの？あ、いいやん。お持ち、ちっちゃいな、お前は。かわいいね。生きてるね、お持ち。スパチャよりお持ち。いや、違うのよ。これはだから猫だね、やっぱりね、全体的に。はい。この沢村春子を置きたいんだよね。でもなんかわかんない。この道をってもよくわかんないし。この辺もしかしたら、その、ストーリーに関係してくる人たちかもしれんが。これもね、今僕一生懸命上に回してんだけど、センターカーソルを。もうマウスがね、やばいの。ずっとやばいんだけど。
マウスがやばすぎて言うこと聞かないんだよね。これ勝手に動いてんだよね。本当やばいよね。これちょっと置いてみていい？本当に、はるかちゃん。あー、なるほど。こういう感じね。あー、じゃあいらねえわ。これはしまいます。はい。お餅だけでいいです。お餅ありがとう。サンキュー。かわいいね。あ、こっちも置きたいね。でもそうなってくるとね。まあ、いっか。ん？開けて。いや、開けて。よいしょ。え、違うよ。開けてって言ってんの。はーい。なんて言ってたっけ？あー、そうか。ハムラの頭のとこ会いに行かないといけないんだね。タクシー乗ってっていいんだよね。どっちだ？こっちのこっちか。大体端っこに、おー、なんだこの野郎。あーん。なんだ。お、なになにこれ。あー、今捕まってんのか。いって、こうなってる時動けない。バカモンがー。よいしょ。はーい、ありがとう。お疲れさん。あの、致命傷受けてると、EX ゲージがたまらない気がする。さっきからたまってる感じないんだよね。お、なんか今面白いこと言ってんな。俺も変態三重師に加わりたいな。どうしたら認められ。変態三重師って何？ちょっと待ってもらっていいですか。変態三重師って何すか。詳しくどうも。変態三重師って何？加わりたいなーってことは自分が変態だと思ってるってこと？変態の素養があるなーって自分で思ってんの？ねえ。今の吹き出し何？めちゃくちゃ気になるやん。変態三重式になるわ。どちらまで行かれますか？あー、これ。それでは出発いたします。お願いします。変態三重式が気になって仕方ないんだけど。俺の無罪は目処がついたかよ、ターボ。だねえよ、ハゲ。聞く相手が違いますよ。弁護人は俺じゃなくて新谷先生です。羽村さん、見てほしいものがあります。うん。12月3日、夜11時55分。教令会の村瀬が、久米を救出しにアムールに来ていました。うんうん。防犯カメラに気づいた彼らは、この後裏口からアムールへ踏み込んだんです。そうだったよね。それで村瀬はその時店内には誰もいなかったと。ああ、その時俺はサウナに行ってた頃だ、うん、言ってたよね。久米はどうしてたんです？裏口から叩き出したって言ったろう。はい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 、はい、ああ10時過ぎ頭はわざわざみんなを店から出して、あ、そうだそうだ、久米と二人きりになったそうですね。これ言ってなかったよね。証言は取れてます。なんでそんなこと。いや、あの久米って野郎、なんか昔のダチ公に似ててよ。なんかちょっとそれで懐かしくなったんじゃねえか。変な感じするね。俺も酔っててよく覚えてね。歯切れ悪いね。なんか、ああ、歯切れが悪くなったな。酔っててよく覚えてねえときた。本当ですか？それにしたって人払いまでしますかね。なんか結構ガミガミ言えるタイプなのに。だから覚えてねっつってんだろうが。なんかちょっと隠してるっぽいよね。店を出た時間だのはよく覚えてる。確かに酔っ払ってたのにね。何が言いてんだお前。頭にもしアリバイがあって久米をやってなかったとしても、うん、実際あんたは妙な立ち回りしてますね。確かにね。だと何か俺らに隠し事があるんじゃないですか。何もねえよ。例えば真犯人。そっち？何もねっつったぞ。ああ、怪しいねこの怒り方。俺のアリバイ証明してこい。俺はあの晩ずっとサウナにいた。その証拠があればこんなとこおさらばなんだよ。アリバイが証明できない場合に備えて他
他の解決法も探っとく必要があります。うーん、けどあんたに隠し事されたらそれもできなくなる。なるほど。抗争相手を監禁した挙句目をえぐって捨てた。その疑いが晴れない限り死刑だってなくはない。うん、なのに随分余裕だな。ヤクザってのはそんなに肝が据わってるもんなのか。それがもし命乞いするにしてもその相手はお前じゃねえってことだ。じゃあ誰になら命乞いするんですさあな。怪しいね、なんか。あんたが隠してる何か俺も興味が湧いてきましたよ。あ、おい、いや先に帰ったらあかんやろ。新谷先生の立場もあるから。弁護は新谷先生なんでとか言ってたやん自分で。帰ってきちゃった。動いてたみたいだな。帰ってきちゃいましたね。羽村と接見してた。収穫はなかった。確かにちょっと怪しいよね。羽村は俺らにも何かを隠してる。うん、思ってたより奥が深いのかも。久米は殺してないかもしれないけど。早い話が調査に行き詰まったってことか。うん、まあね、殺してはないけど何かを隠してるっぽい。例えばどんな。アムール出た後の羽村と被害者の足取り、その目撃証言、その辺はもう町中しらみつぶしに当たるしかないかな。つくも氏が言ってたよ、足で人探しはダメだみたいな。今出せよみたいな。うん、いくら。とりあえず3万ない。俺の知り合いにカムロ署のデカがいる。ないよ3万。そいつは金さえ渡しゃなかなか話せる男。その金がねえんだ。つまり情報屋だよ。闇で殺の捜査情報なんかを横流ししてんだ。悪いやつだね。何か使える情報があるかもしれない。あ、でもすごいね、さすが海藤さん。汚職警官か。そういうのともつながりあるんだ。さすが海藤さん、元ヤクザだな。警察の闇情報は確かに使えそうだ。確かにあの警察が追ってる情報欲しいよね。綾部ってデカだ。綾部。よくテンダーに出入りしてる。海外行ったりしてませんか、綾部さんは。奴に会いたいときはみんなテンダーを覗きに行くんだよ。あそこのマスターに聞いてみな。まあテンダーといえば僕みたいなとこあるもんね。はいはい。じゃあテンダーに行けばいいのか。ただそれ以外は今行き詰まってる感じ。はい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 。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。あー、お餅毛づくろいしてかわいいね。全然かわいくないのいるわ。全然かわいくないのがいるな。あー、でもかっこいいな。お前はかわいいな。ペロペロして、あらー伸びてんの。あーな、かわいい声してからに。声声しか喋んねえな、この動物は。うん、このカイドウとかいう動物は。カイドウもでけえし声もでけえ。まあいいわ、行こう。今僕いくらあるって言った？21,000円。無理だな。最低3万とか言ってたよね。まあとりあえず行ってみっか。あ、なんだいきなり電話の声か。びっくりした。あ、ごめんね電話中に。バーテンダーってどこだっけ。関内には幻のカルビっていうのがあるらしい。いいね。関内って焼肉屋だよね確かね。なんかみんないっぱい喋ってんだね。なんか夜はやっぱ賑やかだね。いいじゃんいいじゃん。ただ夜になるとチンピラも増えそうな気がするね。バーテンダーどこだっけ。あ、これか。ごめんねー。ここら辺だっけ。ここじゃなかった。あ、これか。よいしょ。どうもー、かわちゃん探偵でーす。あ、マリネまた来てる。また飲んでんのあんたは。本当に。マスター、
ちょっといいか。おう、なんだい。綾部ってデカ知ってるだろ。ああ、海外に行ってる人。でもここ何日か来てないな。綾部さんに言おうか。海外に行ってるから。まあね、タイミングが悪かったか。うん、また出直してくるしかないか。たく、汚職刑事のくせに手間取ら…汚職刑事のくせにたまにこういうとこあるよね、八神探偵はね。汚職刑事のくせに、ヤクザのくせにとか、区別するとこあるよね。大丈夫、来たらターボーのこと伝えとくから。ほんと？それよりせっかく来たんだ、飲んでいきな。一杯店のおごりでいい。いいの？ん？なんで？前に来た時お前さんに仕事を頼めるかもって言ったろ。うん、覚えてるか。そうだっけ。それで？その仕事やっぱキャンセルするって言われちゃってな。あ、そうなんだ。聞いてみたらなんかヤクザに殴られたんで仕返しがしたいって話だったんだけど。ん？なんだそれ。これさ、探偵に頼む話か。まあでも仕返しする必要がなくなったんだってさ。あのサウナに入ったかどうかのアリバイ聞いてるときに。そうじゃなくて。あったよね。なんとそのヤクザ事件を起こして逮捕されたんだ。来た？繋がってきた？もしかして。目玉えぐられた死体の。え？じゃあそのヤクザって。羽村の頭だよ。ああ、繋がった。ああ、ってことは。なんかこの辺でホストが顔殴られたとか騒いでたな。はい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 、これだよね。大した怪我じゃなかったみたいだけど。あ、12時だとか、もう少し遅い時間だったかな。なるほど。それもう少し詳しく頼むよ。いや、俺が聞いたのは今ので全部。あとは当人に聞いてくれ。はい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 。事件の夜サウナの近くでホストを殴ったってヤクザが羽村だったとすると、その後サウナ御殿に入ってたアリバイ、入ってたってアリバイに繋がるかもな。殴られたホストに話を聞こう。そいつの名前は、セイヤって呼ばれている。セイヤ。天下一通りにスターダストって店があるだろ。そこのホストだよ。あー、スターダストね。はい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 。アリネは話せない？話せないね。ちょっと繋がってきたね。だからそのホストが、頭に殴られたっていうことを立証してくれて、さらに時間も分かれば、12時の段階で検察と、検察側の意見としては12時に、アムールの中で、その目玉えぐられた人を、いじめてた、いじめてたっていうかね、なんかやってたみたいなことを言ってたのって、12時にこのサウナの近くにいたっていうことが分かれば、アリバイになるっていうことだよね。はい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 。天下一通りだな。そうじゃねえな。ピンク通りがあって、この通り沿いだよな、どっか。だっけ？あれ違うか。どこだ？あー、もうちょい先か。そのホストはでもさ、殴られてるんだよね。立証してくれるんかな？ん？何？え？もうめんどくせえな。もうそこなんだって。うっせえなお前ら。お、お前殴り返してきた、もしかして。ヤブちゃん、あ、これなんでその横に行っちゃうの。なんでなんで。なんでが横に行っちゃうんだよな。そうそう、仕返ししたいぐらいなのにね。なんでだろうね。ちょっといいか。え、何ですか。この店に勤めている聖也ってやつに用事がある。ちょっと呼んでもらえないか。
聖夜さんですか。うん。ああ、今いないですね。何？隠してると眉毛全通りにするぞ。いえ、今ちょっとお客さんと同伴中でして。あ、同伴か。じゃあしゃあないね。同伴？ってことは、どこか別の場所で遊んだり飯食ったりしてるってことか。今日で3日連続ですよ。すごいね。いい客捕まえたね。同客やん。そっか。何時頃出勤してくるか。同客やね。いや、ちょっとそこまではそんなに遠くにはいないと思うんですけどね。そうなの？そうか、わかった。ありがとう。クソ、この前のアムールの店長といい、どうしてどいつもこいつも店にいないんだ。聖夜のくせに。そうか、この前と同じしてが使えるかもしれないな。あー、つくもしね。かけてんだよね。あ、つくもか。おお、つくもも近い。みんなビデオ通話近い。こないだやってくれたつぶやき検索、また頼めねえか。いいですが、何を検索するのでしょう。そうだな、スターダスト、聖夜で頼む。よろしく。あ、検索対象の期間は今日一日のつぶやきの中からでいい。うん、承知しました。少々お待ちください。これ道路のど真ん中でやる話かな。出ました、出ました。今矢上氏の画面にも出しますぞ。ありがとう。これすごいよね、毎回思うけど。まだ多いようです。他に何か絞り込めるキーワードはありませんかな。そうだな、なんだろうね。あ、自分で選ぶの。まあ同伴っていいんじゃない。ご飯はちょっとようわからんことになるし、遊ぶもあまりにも広すぎるよね。同伴でいいんじゃないかな。同伴行く人が多分、自慢でメールして、メールか、その、言っただっけ。つぶやいてると思うからね。おお、結構絞れましたね。おお、3つあるね。よし。この数なら全部当たれそうだ。ちょっと待ってね。ちょっと行ってくる。ちょっとややこしくない？全員違う人だけど、全員同伴って言ってるな。どういうことだ。お、これ全員に会いに行かなあかん。ん、ちょっと待って、どこにいる。とりあえずこれ一番近いやつ行こうか。大通り出て、東和通りに出て左。ん、どっちだ。ん、こっちか。ごめんねー。この街は夜でも昼みたいに明るいね。うん。田舎者がおるな。僕みたいなこと言ってるな。多分こっちだよね。うん。この辺にいるはず。邪魔よ。ああ、なんだなんだ、いつの間に絡まれてた今。いつ絡まれてた。うわ、強え、しかも。結構強くなってくんな、敵が。EX ブーストってやつなってんな。たく、いい加減にしろや。うん、回復してんだよな。この辺にいるはず。どこだ。ああ、なんかぽいのいるわ。ここに待ち合わせ風が。聖夜くん、まだかな。いやいや、知らないよ。ちょっといい。スターダストの聖夜ってホストのことなんだけど。うん。何、あなた、お店の人。いや、違います。いや、違うけど、ちょっと彼のことを探してるんだ。君、彼と同伴してたりは。してないね。しないみたいだな。な、何よ。怖い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 。まさか私が聖夜君にすっぽかされたって言いたわけ。すっぽかされたんじゃない。支度に時間がかかってるだけなんだから。あ、そうなの。ちょっと待ってればすぐに来るわよ。でもあと二人いるよ、君と同じこと言う人。今から。ちなみにどれぐらい待ってるんだ。あー、残念だね。それじゃ。めんどくさい。これ全部やんの、もしかして。な、どっちかだね。あと二つのどっちかにいるってことだね。まあ多分近い方じゃないと思うから、多分これが正解なんだろうけど、まあこっちへ行ってみようか。
せいや結構悪いやつかもね。全員約束しためしてほったらかしにしてるってことでしょう。まあまあ悪いね。でもどうなんだろう、ホストとしてはあんまりうまくないよね、そのやり方は。時間変えれば毎日同伴できるってことだもんね。同伴したこと忘れてんのかな、約束したこと。もしくは何かに巻き込まれてるかだよね。この辺にいるはずなんだけど、どこだ？あ、これか。いたね、いたね。あ、なんか似たような人だね、また。似たような人に好かれるんだね。ちょっといいかな。何ですか？君、スターダストの聖夜ってホスト知らない？いや、もういないんだよね、周りに。聖夜くんのこと知ってるの？聖夜くんは無事なの？怖い、怖い、怖い、怖い。なんか怖い人ばっかりやね。全然来ないから、もうすごい心配で、心配で。心配はするか？いい人だね。俺はただ、彼がここらで女性と同伴してるっていうから探してるだけなんだけど、その君とじゃなかったみたいな。いや、その言い方よ。何？聖夜くん、誰かと同伴してるの？あー、やめて、聖夜に巻き込むのは。まあ、なんだ、あまり気を落とさないで。あー、よかった。聖夜くん無事なのね。あー、ちょっと怖い子かもしれん、この子。聖夜くん楽しんでるのかな。あ、怖い怖い怖い。彼が幸せなら。あ、危ない危ない危ない。あー怖いねー。あー、ダメですか、変わってはいけない人です。多分ダメな人です。うん、一見いい人に見えるけどダメなタイプの人です。やめましょう、近づかんときましょう。じゃあここね。うん、これでもう正解なのかな。もう終わってほしいんだけど、すごく怖い。うー、終わらせたいね。これつくもがいるとこの満体の近くだね。あ、ごめんね、ごめんね、ごめんね。この辺にいるっぽいけど、どこだ？あ、あれか、いた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 。どうもー。あ、いないね。でもあれ、これ3人ともすっぽかしてるパターンあるってなってくると、本当になんかに巻き込まれてるパターンなのか。大丈夫かな。どうもー。ちょっといいかな。何？何じゃねえのよ。スターダストの聖夜ってホスト知らない？は？聖夜？めっちゃ怒ってる。あいつが何だって言うのよ。いや、ちょっと聞きたいことがあるんだ。うん、この辺で女性と同伴してるみたいなんだけど。嘘でしょ、私との約束すっぽかしてる。やっぱりすっぽかしているんだね。いや、知らん知らん知らん、俺に怒るな。いや、君がその相手じゃないんなら別にいいんだ。よくないわよ、ちょっと。ひっつけえし、めんどくせえな。俺急いでるから。あれ、全滅だね。あ、つくもし。八神氏よ、聖夜氏というホストは見つかりましたか？いや、見つかんねえんだよね。これ、この子の目の前でやる話かな、それ。大丈夫か？三箇所回ったっていうのも言っちゃったけど、今、この子の前で。でしたら、もう一度やってみます？まあ、そうだね。もう一回やってみようか。いや、もういい。違う方法。いや、もう一回やった方がいいやろ。まあ、そう言わずに、あれから時間も経ちましたし、きっと新しいつぶやきがありますぞ。まあ、それはわからんけど。そんなちょっとで変わるもんか？まあ、いいや。それじゃあ頼む。そうだね。では頼むぞ。絶対つくも氏の方が八神氏よりも、ほら、あのし、あ、お、出てきた。すごいね。八神氏の画面にも出しましょう。お願いします。スターダストの聖夜くん、あ、同伴中って言ってる。かなり有力っぽいですぞ。よし、行ってみる。助かったよつくも。同伴中だから今もう一緒にいるってことだよね。どこにいるって言ってた？同伴中だって、聖夜。ねえ。聖夜同伴中らしいよ。一緒に行く？一緒に行く？ついていくよ。あと二人ぐらいいるんだけど、同じような子。一緒に行く？ねえ。
行かない？まあ行かないならいいんだけどさ。どこって言った？ここか。せいやくんは悪い子だね。おい、なんだ、いきなり覗き込んできたな、今横からアガモンが。針金拾って、たーん、よいしょー。バカモンが弱えな、相手になんねえぜ。しばらく寝とけ。しばらくじゃすまんけどね、あんなもんでどつかれたな。わかりやすくメンチ切ってきた。そうだね、わかりやすくメンチ切ってきた。煽っとる。いや、煽らないとね、もう治んないよ、ああいう子はね。まあ、ホスト、どうなんだろう。ホストに通う人の気持ちとかさ、まあ、男で言うと、風俗に通う人の気持ちがさ、別に僕は聖人君子を言ってるわけじゃなくて、わかんないんだよね、僕は原理というか、理論というか、お金を払う感覚がね、行き過ぎちゃった。未だにわかんないんだよね。お、すごいね。ホスト界のクロート集団。わかんない。この辺にいるってこと？あ、これか。あ、これだね。韓来かな。焼肉屋さんだよね、確かね。上かな？ここに聖夜来てんのか。お、いるね、偉そうなのが。なあ、君が聖夜か。スターダストの。え？デート中に悪いね。めちゃくちゃ男前がおる。ごめんね、舞ちゃん。ちょっとだけ待ってて。声に空気量がすごく多いタイプの人ね。大丈夫、大丈夫。店の外でいいですか、ヤガミさん。おー、なんで知ってんだ。あ、そうか、俺に依頼しようとしてたよね、確かね。ええ、そうかそうか、忘れてたわ。ヤガミさんのことはテンダーのマスターから聞いてました、すごく声に息が多い。仕事をお願いしようと思ってたんです。何、ヤクザに殴られた仕返しが。あ、そうかそうか、それ言ってたよね。ええ、ヤガミさんならなんとかできるかも。まあね、元は敏腕弁護士で探偵なのにヤクザとも対等に口が聞ける。違うよ、暴力で全てを解決するだけなんだよ、基本的に殴れば何でも済むって思ってるだけなんだ。これは噂でだけど、依頼人のためならどんな手も使ってくれる。そうだね、任しといて、どんな手でも使うから。無罪にしたことも。おっと、地雷踏んできたな、お前この野郎。おお、顔に一生取れない傷を残してやろうか。僕なんか変なことを言いました。まあ知らないっていうことであるね。そんなに綺麗な、ハムラの、あ、綺麗な歯の方に今引っ張られたわ。日にちは12月3日の夜です。やっぱ12月3日。あ、すごいね。事件を起こした日なんでしょ。あ、バレてんのか。俺は今ハムラの弁護人に。ムカつくなあの声。君の話は裁判の重要な証言になるかもしれないんだ。そうだね。そっか。僕の証言で、そっか。あいつが無罪になったら嫌だな。気持ちはわかるよ。でも情報が欲しいんだ。頼む。こんな声の実況者さん、たまにいるよね。でも、ムカつくとか言ったらあかんよね。言いませんよ。お、ありがとう。せいやくん、ナイス。夜の何時頃？12時頃かな、ピンク通り裏の九州一番星。はい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 。結構寂しいとこ。その辺りだとサウナ御殿にも近くなかった、近かったよ、ね、さっき僕見たもん。もう少し聞かせてくれるか。そもそも君はなんでハムラに殴られた。確かに、そんなのこっちが聞きたいよ。ただまあ向こうはかなり酔ってたみたい。なんかたまたま男前が歩いてきたからムカついたんやろな。彼は向かいから歩いてきてた。一人でブツブツ言ってて、なんか危ない気はしたんだ。だから目を合わせないようにしてたんだけど、
やっぱり絡んできてさ。男前も辛いね。一発だけ。でも僕しばらく顔にあざできてたんだよ。しかも歯のかぶせ物まで取れちゃって。いやそら知らんけど。歯のかぶせ物。その後歯医者に。ん？次の日すぐ行ったけど。じゃあ診療記憶が残ってるな。なるほど。証言の。なるほどなるほど。そうかそうか面白いね。そういうことか。頭いい。さすが弁護士。元弁護士。羽村はどうしてた？ふらふら歩いてサウナに入ってったよ。お。ほら。聞いたー。サウナ御殿。聞いたよーアリバイ。君を殴ったその後羽村はサウナ御殿に入っていった。はい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 。サウナ御殿のじいさんは朝まで店を出た客は誰もいないと言っていた。だから、入ったっていうアリバイさえ、確認できれば、そこから出てきた人はいないってことなので、その時間帯のアリバイが確保されるってことだよね。うん、立証されるってことだね。つまり、羽村の入店さえ確認できれば、それがアリバイになる。うん、そうだね。そうそう。警察もそんな風に言ってたよ。言ってたよね。今の話警察も言ってたっていうぐらいだからね。頼めるかな。オーケーだよ。いいんだ。いいやつだな。と期待し、テンダーのマスターもオンに来てくれるよね。来てくれんじゃない？わかった。伝えとくよ。待った。あともう一つ。羽村と会った時、周りに防犯カメラ。もしその映像が残ってたら、なんでちょっとこいつ斜めなんだ、ずっと。さあ、ちょっとなんで斜めなんだ。わかんないな。いちいち気にしてないし。いちいち気にしてないんだろうな、その斜めも。ありがとうな。また連絡する。でも聖夜くんいいやつ。いいやつだった聖夜。よかった。久々にこのゲームでいいやつ出てきたんじゃない？いや、もう久々っていうか初めて出てきたんじゃない？いいやつっぽいやつ。はいはい。九州一番星の近くの防犯カメラがあれば、せいやとその頭が、頭が殴ってるところ、絡みに行ったところが映ってる防犯カメラがあればいいってことね。それを確認しに行けってことか。はいはいはい。ここにせいやいるんじゃない？いねえか。いねえな。なるほど。ここね。はい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 。はい。はい、行きましょう。おう、電話だ。誰？出た。もしもし。よ、カイトだ。はい。あやべには会えた。あやべ、忘れてた。ハムラに殴られた。もう、あやべという人の存在を忘れていた。なんだそりゃ。そうだよね。ハムラの見栄えを証明できるかもしれない。うん。本当か？本当に。事件当日の12時頃、聖夜ってホストが、ハムラに殴られた後、サウナに入っていく姿を見てた。場所は、九州一番星のあたり、うん、もしその辺に防犯カメラがあったら、ね、何か映ってるかも。今そこに向かってる。カメラの映像ってでも見れんのかな。このあたりって刑事跡が地形な。あ、そうか。氷霊界に見つかったら厄介じゃねえか。そんなの言い出したらどこも歩けなくなる。確かにね。まあそうだな、死骸ね。嫌な予感がします。絶対合うよね。ちょっとこの致命傷を回復しとこうかな。さすがに。これで致命傷、あ、治りましたね。あー、フル回復しました。これやっとかんでやばい気がするわ。さすがにね。絶対合うっていうフラグだよね、あれはね。ちょっと先か。ここの斜めの道だな。ここだって、KJ アートのとこだよね。怖いね。あ、この辺だね。聖夜が羽村に殴られたのはこの辺りか。防犯カメラがあれば何か映して。何よりも先に猫を探さないといけないんで。あ、こっちから聞こえる。猫ちゃん。猫ちゅわん。あー、子猫ちゃんがいるね。子猫ちゃんが。いや、子猫ちゃんっていう年でもないな、こいつは。違うな。おお、ハンマー。猫ちゃんね。おん、かわいい声がするんだけど、どこですか？
上にいる？どこだ？あ、ごめんね。猫ちゃん。猫。あ、こっちからするな。いたな。いたけど、これ、これありなんか、この、これ以上行ってはいけませんゾーンの外側にいる猫って。なんだ？これ、せこない？よう見つけたな、僕。声がする方向に歩いていっただけだけど。まあよかったね。九州一番星のこの辺の近くで殴、あ、あったよ、もうすでに。猫見つけるよりもすぐ見つけたわ。よし、あった。防犯カメラだ。これに事件当日のハムラが映っていれば、千夜の話の裏が取れるかもしれないと。はい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 。で、調査は完了。OK。早く逃げよう、ここから。でも動いてるね。ピカピカしてるもんね。だから多分録画はされてんのかな？そこのお前。あー、来たー。バレましたー。ムラッチ、俺とお前の仲やんけん。ちぐやなー。飲みに行く？どうする？みんなで行く？ムラッチのおごりで。いや、そんな俺とか言って言って。このガキ会社に引っ張ったね。やめて、もうそういうのは。さすがにこのメンツはきついね。聞いた。カイトーさん、邪魔すんな僕。あれ、どこ行くの。かっこいい。カイトーさん、なんだオラはお前だよ。早く手伝え、タボ。手伝えもクソも、もうあなた一人でいいんじゃないですか。おとなしゅう往生せえ。いやー、もうこれ強いんだよね、ムランチ。意外に強いのよ。うわ、お前それはあかんやろ。それはあかんよね、若頭補佐ムランチ。これはね、人間としてあかんと思うよ。ちょっと他のやつやろう。ムラッチとりあえず一旦置いといて、他のあのダコやろう。あいつ危ねえ、多分一対一でいかんと。で、今気づいたんだけど、もう10日半なんだね。そろそろ終わりにしないとやばいね。やめて、ムラッチ来ないで、ムラッチ来ないで。お前怖い。うお、なんで今の一発で。やっべ、あいつめちゃくちゃ強えな。よいしょ、カイトさんもやって。最初入ってきた時めっちゃいい感じだった。え、ちょっと待って、ちょっと待って、今いいのがあった、今いいのがあった、今いいのがあったよ。うえい、ハンマー。あー、遅いけどいいね。うりゃ、お、村瀬、村瀬死んでる。よし、今だ。よし、いや、いったー、これ死ぬて。それは死ぬて。おー、これ強いな、村瀬。まだまだやー言うてるな。やばい、こいつガードもうめえんだよな。お、なに、あ、待って、これ苦手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 。何ボタン、何ボタン押すの。おお、かっこいい。はい、あぶねえ。危ないって、日本刀は。何ボタンかわかんない、何ボタンかわかんない。あ、これ、はい。おお、怖い、かっこいい。あ、そんなもんかい。あ、よくれた。あぶね。うお、やめろお前それ。やばい、これはやばい。マジで、マジで死ぬ、マジで死ぬ。うう、ちょっと海藤さん、海藤さん、やばい。よし、俺もブースト。そして一戦からの、からの、うう、やばい。今、今なら、今なら僕の方が早いはず。よしよし、ただのちょっと、あ、無理か。そうか、ダメージ受けすぎたか。ヒートアクションしたいんだけど、ヒートアクションならないな。あ、やっべえ、こいつ強え。あ、カイトさんナイス、カイトさんナイスよ。ちょっとムラッチお前強いって。これ多分今でもリンチだな。おー、やめろお前。あ、カイトさん100、カイトさんって。よし、あぶねー。致命傷がえぐいね。
あーヒートアクションしたかったな。ヒートアクションって言わんのか、このジャッジアイズでは。収穫はあったんだろうな、タボ。あったあった。多分な。ほら、ラッチと仲良くなれたよ、また。お前もやるなっつって。あれにホストを殴るハムラが映ってれば、アリバイは成立。うん。俺らの仕事は終わりだ。そうだね。映ってなかったら。来たくないね。そんなの考えたくもないな。何が映ってんのかお楽しみか。そうだね。変な薬使うのも見たかった。いやあれさ、なんかボーナスっぽかったからちょっと使うのなと思って。必要なことは全て映っていました。あ、これ証言してる。これは事件当夜、酩酊状態にあった被告人が、殴ってるやん。やっぱ映ってたんだね。通行人に暴行する様子です。この直後、暴行された通行人は被告人がサウナへ入っていく姿を目撃しています。うん。東京地方裁判所第407号法廷以降、始発まで店を出たサウナ客はおらず。誰こいつ。つまり被告人は朝まで同店内に留まっていました。うん。このことから弁護側は被告人のアリバイが成立したと考え、すごい無罪を主張いたします。インタにめっちゃ弁護士みたいなこと言ってるやん。まるで弁護士やん。ところで検事にお伺いします。検察は起訴前にこの映像をご存知なかったんでしょうか。うん、確かに。警察でサウナ周辺の防犯映像を調べたところ、うん、被告人の姿を確認できるものはなかったと、そのように聞いていました。なるほど。では検事ご自身でサウナ周辺を確認しにも行かれなかった。ええ、私は確認していません。何にせよ実際今弁護側が提示された映像はあまりに不鮮明です。まあ、確かに綺麗ではないね。被告人の姿を確認できたとの弁護側主張には同意できません。わかりました。素敵な笑みだったね。続いて弁護側証人を尋問いたします。あ、そうかそうかそうか、証人がいるんだね。映像だけじゃねえよって頼むよ。せいや、ピッとした。なんかどうした。あ、緊張してるってことかな。なんか変だな。どうした、せいや。先ほどの映像の中で暴行を受けていた人物、あれはあなただということでしたね。間違いありませんか。はい。ああ、いや、びっくりした。そうです。違うこと言うんかなと思って。僕じゃないです、言い出すんかなと思って。そのあなたを暴行した人物ですが、この法廷にいますね。怖っ。やっぱその目にビビってるんじゃないん、それは。ん、証人どうしました。僕の。え、僕の勘違いでした。せいや、どうした。殴られているのは間違いなく僕です。でも殴っているのか誰かは。なんだ、誰が動いた。これはせいやくん。裁判長、すいません、一時休廷をお願いします。どうしたどうした、さっきまでのいいやつやったせいやくんは。しかもビッとした服も着てきてんのに急にどうした。何があった、せいや。僕証言できません。なんでや。ごめんなさい。だからなんでだよ。今朝まで全然そんなこと言ってなかったろ。うん、今朝までか知らんけど。さっき電話がかかってきたんです。うん。電話。僕には妹がいて、その携帯から知らない男の声で電話が。何、そいつは凶霊界の。またムラッチ、あいつほんまに。ムラセが証言するなと言ってきたんだ。あいつ何回芝居たら気が済むね。証言すれば妹の帰りが
いつになるか保証できないって。いやそれは言われへんわな。おい、どうすんだよ八神。警察に相談するか。ゆうちゃんのことやってられへんやろ。カイトさん、八神だ。今から教令会の KJ アートに行く。なるほど、勝ち込みね。証人の妹が人質に取られた。手貸してくれ。さっきでもポントを持ってたからね。ポントを持っていこうか。自分の証人も守れねえで何が裁判だ。かっこいい。できるだけ時間引き延ばしてくれ。聖夜が証言できるように必ず俺が何とかする。間に合うかな。でも本当に妹さんは絶対無事に返す約束する。何の約束か分からんけどね。当てもない約束やけど。時間引き延ばせっていつまでだよ。かわいそう。新谷弁護士がかわいそう。まあ、矢面に立つのは新谷弁護士だからね。勝ちを取っても新谷弁護士だけど。強烈最悪か。強烈外はケイちゃん後に千夜の妹をさらったはずだ。ああ、なるほど。どうな。これ、回復とか、持ってった方がええかな。え、僕今どうなってるんだっけ。あ、回復してる。全回復してる。じゃあいいか。まあ、勝てた方がいいかなと思ったんだけど。お、カイトさんだね、多分。カイトだ。近いのよ、だから。KJ アートに着いた。お前は？僕もう着くよ。近くまで来てる。もうすぐだ。今見てるけどよ。ビル中のブラインドが降りてる。うん。中の様子がわからねえ。本当に人質はここなのか？わかんない。相手は関西の兄弟会だ。ああ、なるほど。そういくつもこっちにアジトはないだろうし。確かにね。それに。それに？隠したいものがあるから。ブラインドが降りてるんじゃないか。聖夜の妹がそこにいる可能性は高いよ。なるほど。そりゃ怪しいな。確かにね。わかった。俺はこの間のとこで待ってる。KJアートを見下ろせる屋上だ。いいな。ああ、屋上行くのね。はいはいはい。この車ずっと止まってんだ、これ。ダークサイね。この手の皮がズルズルになるはしごね。よいしょ。来たか。相変わらず中の様子は見えねえ。どうする？まず強行突破はなし。あ、確かに。敵の数がわからないし、人質を盾にされる。確かにね。変装もさすがに警戒されてるだろうな。じゃあどっか侵入口見つけて忍び込む感じか。また忍び込む感じか。そうだろうと思ってよ。いい作戦を立てといたぜ。何？どんな？まず俺がビルの正面で騒ぐ。うん。で連中の目引いてる間に脳筋。いやっていうかそれカイトさんが危ないよね。バッチリだろ。まあで目を引くって何？斉藤さんに人が集まるってことだよね。それってその時がクリアわかる。ああ、ただまあお互い体の張り時だ。なるほど。これ隠す必要ある？中で女の子が心細くしてんだろ。早く助けてやろうぜ。まあそうだね。俺は侵入口を探す。見つけたら合図。妹助けないとね、せいやの。むちゃくちゃやろうとしてない。むちゃくちゃやろうとしてない。むちゃくちゃやってるやん。今のそうだ。なんや今の。なるわな。村瀬のクソガキいるか。元松金組の怪盗だ。おお、それは言うんだね。村瀬出さねえとこのビル燃やすぞこら。そこで終わる。逃げんなよ。すごいな、英語も。カイトさん大丈夫かな。今がチャンスだ。分かった。死ぬなよ、カイトさん。いや、本当に。まあ、カイトさんやからなんとかやってくれるとは思うけど、わ、めっちゃ来てるやん。よう逃げんかったやないか。我も終わりや、クソガキや。なんだお前らは。村瀬を出せっつってんだよ。
雑魚じゃ話にならねえ、早く呼んでこい。あー、喧嘩するとかじゃなくてほんまにそこで時間稼ぎするんだ。あ、ここからでいいのか。お、頑張ってガイドさん、ちょっと先行ってくるね。え、またピキウさんもそんな余裕あんの。どこだ。よし、はい、急いであげないと。よし、よいしょ。いい、おぞずいらっしゃい、ありがとう。こんばんじゃん、ありがとう、ありがとう。お、なんかアイテムあるね。あれ、立派ね。あ、俺、開かないパターンかな。開かないね。なるほど。じゃあ、1階からもう順に上がっていくしかねえのか。鍵がかかってるけど、このタイプならサムターン回しで。え、どういうこと？サムターン回しについて、サムターン回しは鍵のかかった扉を開けて、いろいろやるんだな。あ、さっきなんか針金拾ったね、そういえば。針金持ってないとサムターン回しを行うことができません。はいはいはい。やってみたらわかるでしょう。やるんだ。針金は4個持ってる。うん。失敗したら、1個なくなるってこと？え、これどうやんの？あー、なるほど。あー、なに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 、この、あー、いけた。このなんか黄色のラインにもうついていけばいいんだね。あー、むずい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 。おー、むずい。楽しい楽しい。針金が壊れた、これはもう使えない。あ、1回につき1本なくなるっちゃうんだね。はいはいはい。で、これはこっちから上がっちゃっていいのかな。あー、すごいすごい、いっぱいいるよ外。アイトさん頑張って、僕も頑張るから。ん、気づくやろそれは、さすがに。あれ、こいつ、あのエアコン業者に電話したやつちゃうん。あー、やめろお前、嘘つき回すしかないんか。あー、もうめちゃめちゃアイテムあるやん。これはいっぱい拾いたいね。ちょっと避けてくれん、とりあえず。痛い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 、喧嘩したわけじゃないのよ。あの、君を一方的にどつき回したいだけなのよ。お、医療キットナイス、ありがとう。一回ぶちかましてから。うわ、こいつ強え。え、強いな。一方的に手をつきたいだけなんよ、僕は。喧嘩したいわけじゃないの。いや、強え強え、こいつ強えな。いった、とどめ刺しに来るやん。いって、こいつ強え。あら、強いね。うわ、ガード、やべ、まあ強いぞ。タコじゃないね。よっしゃ、勝ちましたー。ふぅ。これは回復した方がいいね、どうも。おい、さらった子どこだ。知らん。俺は下っ端やから。下っ端の割に強かったよ。はぁ、なんだよ、使えねえな。うんだよ。うわ、かっこいい。とりあえず上に行くしかないな。かっこいいし痛そう今の。回復していいですか。バッチボコにされました。これがちょっとした体力補給に、EX ゲージ体力回復し、経験を積まなくても力が得られそう。この辺はまあまああれだね。言おうかな。ちょっとした体力回復だから、これでいいか。初回特典スタミナ X。これ特別だからちょっと置いとくか。あ、ほんとだ。全回復はしないね。まあ、いいか。あ、ちょっとでも回復すれば。あ、じゃあ、ここから入ってきたっけ？あ、違うね。早く行ってあげないとね。上行ける？いけるね。今の回降りなくてた。ああ、いや、いけねえわ。一個ずつ、
潰していかんとあかんパターンだね、これは。また開かない。あ、これはピッキングなんだね。こっちの方がいいわ、気持ち的に。よし。よし。あー、どこだ？もう少しだ。ここ。これでよし。イェーイ。裏側にいない？いたー！いったー！今避けたよ。避けたでよ、僕は今。なんで？あ、一線になってる。危ない。ちょっと待って。一線じゃダメだ。よし、おー、援護にしといて。いた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 。ちょっと待って。一回回復しようかな。一回回復しようかな。一回回復しようかな。さっき回復したよね。こんな食らう？じゃないね。こんなダメージ食らう？やばいね。もうちょっと上手いこと戦おう、ほんと。あ、このガードがきつい。ちょっと真剣にならなきゃだからね。真剣なんか無理だよね。僕、真剣になる気ないもん。痛いって。とりあえずしばきます。うわ、痛い痛い痛い。こいつガードうめえんだよな。お前デブ、お前デブ捨て。おお、待って、ここにいい武器あんじゃん。いい、痛い痛い。お前、お前待て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 。なんちゅう避け方すんで、かっこいいな。あー、待てよ、これ体力がねえな。まだまだー。いた、やばい、死ぬ。あぶねー。死んじゃう死んじゃう。やばい、この状態でムラッチと喧嘩したら絶対負けるな。この回を調べてみるか。ちょっと待ってね。回復もやばいな。一応医療キットはあるけど、経験を積まなくても力が得られるって何なんだろうな。経験値アップ的な感じなのかな。飲んでみる。何が上がった？まあ、これ多分消費アイテム系やと思うから飲んじゃっていいと思うんだよな。 SP が溜まるとかそんなんかな。で、体力回復は絶対した方がいいから、今度か。マウスが言うこと聞きません。ちょっと次やばそうやったらこの辺のやつ使ってみようかな。え？そうだね。所持 SP が多分上がってる気がする。体力アップしといた方がいいね。うん。で、まだいけるから、これもアップしとこうかな。これアップした分回復できてんのかな。うわ、体力めっちゃついた。よっしゃー。ムラッチやろうぜ、これで。ここが開けれるのか。あ、ここも、めんどくせえ。しかも4つになったね。よし。もう少しだ。ここよし。みんなごめんね、遅い時間まで引っ張って。もう1時だよ。よし、眠たくなったら寝てね。おじさん、この革ジャン持ってそう。あ、僕ね、革ジャンは持ってるんだけど、このタイプじゃないんだよね。これ US タイプっていうライダースなのよ。アメリカンのバイカーが乗るやつね。僕が持ってるのは UK タイプですね。好きなやつはね。こっちの革ジャンの方が有名かもね。ライダースのイメージ的に言うと。これね。あ、まあ、ちょっと UK に近いけどね。縦割りだから。そうだね。あ、でも UK っぽいな。まあ、でもこの UK タイプはね、この肩に、このショルダーのところとかに、このバッチみたいなのつかないんだよね。後ろのベロが広いの。うん。そうそう。
という感じ。休憩タイプが好きです。ジップの数が多いってイメージかな。あれ、なんだ、くそが。まだ元気があるんならいろいろ喋ってもらおうか。そうそう、あのアメリカンに乗るアメリカンバイクだ、バイカーやからさ、ライダースってライダーがの、キルジャンバーだから、アメリカンなバイクを乗る人用の革ジャンか、US タイプのイギリスとかそっち方面の、オンロード系の単車に乗る人用かってことだね。だからアメリカンみたいにこう後ろに寄りかかるタイプのやつだったら、なんだっけ、腰が冷えないようになってるのかな。で、US タイプってあの前かがみになるから、あ、前かがみになるから背中が隠れんのか、なんかそんな感じの違いがあります。レイヤーの妹を助け出すのが最優先だ。とにかく急いで必要な情報を聞き出そう。村瀬はどこだ、さらった子はどこだ、だよね。うん、さらった子はどこだ。上や、応接室におる。やっぱり応接室だな。素直で結構。あ、扉の暗証番号だね。言え。応接室の扉の暗証番号は言うわけないやろが。はい、だいね。早く言いなさい。状況を理解した方がいいぜ。こっちは時間がないんだ。そうだね、もう一度だけ聞く。これが最後のチャンスだ。鬼ぞりにするよ。応接室の扉の暗証番号は1370や。1370ね。1370だな。ありがとうよ。あ、ありがとうよっつってもう一回どうつくんかなと思ったけど、それはしないんだね、さすがに。どっちから行くの？こっちから行ける？金敵だった。僕も思った。でも金敵だったね。あれ、どから行くんだ。さっきのとこから行ける。あ、ここが開くようになった。T だったよね。これ覚えらんない鍵の。お、なんか今あった。ない。ムラッチとやらなあかんのが、もう3回目をこれムラッチとやんの。もうよくない。ビーバップハイスクールでもそんな日つこい敵おらんで、だいたい2回目ぐらいで終わるで。もう少しだ。ここよいしょ。これでよし。鍵間違えたらまあ開かないっていうだけだと思うけどね。ちょっとアイテム落ちてません？出なさそうだね。よし、行こう、ムラッチ。さっさとしないと。裁判始まっちゃう。1370、はい。あー、とどめさすか、そろそろ村っちにも。いっぱいおるな、ほんで。せいやの妹だな。もう大丈夫だ。助けに来た。ヤガミ？やろ、いつの間に。やろ。その子解放しろ。今すぐにだ。解放？なんのこっちゃ。ん？この通り縛ってるわけでもない。いつでも好きに帰れるやんか。帰れる状況じゃないからだね。あんたらも仇の監禁はやばいと思ったわけ。そうだね。まあ裁判の間だけしのげたらいいんだもんな。考えたね。けどそれじゃ言い訳にならない。うん。縛って拘束する行為だけが監禁じゃないんだよ。もうちょっと勉強しな。そうだよ、ね、やかましい。ちなみに逮捕監禁罪は3ヶ月以上7年以下、当然怪我までさせたらもっと長くなる。さすが弁護士。そん時は殺して薬で溶かしたるわ。死体が出んかったらそれで芝居や。脅迫じゃない。はい、脅迫罪。うん、また一個罪重ねたね。あなたね。とりあえず鬼ぞりにしようか。このガキ口きてんようにそれ。これさ、あのよくあのこのガキとか言うけどさ、年上だったりするよね。お前か今このガキ言うてた。あ、なんか一人だけえらい体力多いやつがおる。やべえ、こいつは絶対やべえやった。まためんどくせえやった。
あーやーばいよっと。もうお前先やろうか。誰だ今ソファ投げたのは。この体力多いやつやべえな。めんどくさそう。こいつ先やっちまうか。せいや妹ごめんな、当たったら。ちょっとこいつからやっち、いや、やばい。よいしょ、危ねえ。おい、やばい。ガードが間に合わなくなるな、これ。あ、でも体力上げたおかげで、ちょっとマシだ。やべ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 。よいしょ。ムラッチと戦うまで体力置いとかなあかんねんて。もう後ろからどつくなこの野郎。お前か、この野郎。お前名前なんて言うんだ。いて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 。おお、強い強い強い。ほんと強いなこいつ。このコンボきついな。やめろお前。いやむずい、むずいけど面白いね。ほい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 。ちょっと三角飛びやりたい、三角飛びやりたいな。狭いとこだから三角飛びいけんじゃない。あー無理だ。あーなんで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 。おっしゃー、やっべー、今いけそうやったのに。なんでなんであの横に行っちゃうんだろうな。なんでか横に行っちゃうんだよね。ういー、やっぱキーマウだと難しいのかなあいうの。出たムラッチ、お前ほんま。村瀬さん、なんもいいだろう。本当にこれ以上騒いでも泣き民のあんたらだけだ。羽村にはアリバイがある。クメをやったのは別の人間だ、だから聖夜の証言止めんのにあんたらが体張る価値はない。確かに。ならクメは誰がやったんや。それはまだわからない。ただ羽村ならそれを知ってる。そういうことだよね。真犯人とグルだったはずだ。何やと。こういうことだろうね。結局はあの隠してる感じもそうだろうね。だからあ自分はやってないのは確かなんだけど、アリバイも作って、あ、アリバイがあるわけじゃなくて、あれアリバイを作ったんだと思うよね結局は。事件の夜、久米はアムールを出てからあんたに連絡するでもなく姿を消してる。あ、そうだったよね。その後は町中の防犯カメラにも映らず。そうか、その12時に外に裏口から出されたとしても久米はアムールから解放されなかった。連絡できない状況だったってことか。羽村から真犯人に引き渡されたんだよ。なるほど、面白。そして羽村がサウナで、いや面白くないけどね、人が死んでるから。真犯人は別のどこかで久米を殺し、その目はえぐり出した。なるほど、筋は通っとるな。羽村が無所に入ったらどうやって今の話を確かめる。せやから羽村は泳がせろっちゅうわけか。証言止めるために女の子を脅すよりかはスマートだ。こんなもん大の大人が何人も集まってやる仕事か。わかったわ。お、いけや。今日は探偵さんの同居を褒めといたる。あんだけ毎日バチバチにされてんのに、ムラッチあれやな、回復早いな。よかったよかったよかった。とりあえずね、ただまあ別にムラッチがええやつっていうわけでもないよ。人さらってんだからね。やっとブラザーになった感じはしたけどね。でも今後も出てくんねやろな、ムラッチめんどくせえなー。防犯映像の中で僕を殴っているのは、お、今この法廷にいる松金組の羽村さんです。表情が全然違うね、さっきと。思い出しました、間違いありません。では先ほどの発言は撤回されますね。はい、すみませんでした。いい声だ。裁判長、この証人の発言には全く信憑性がありません。せえな。弁護人いかがですか。証人に動揺があったことは認めます。ですが
初めての法廷に対する緊張は誰にとっても十分理解できるはずです、うん、今弁護側は証人の信憑性に疑いを持っておりません。頑張れ新谷。なんだ、なんでこんな詰め寄ってくるんだ。スターダストというカムロ町のお店、つまりホストクラブですね。証人はこちらに何年お勤めでしょうか。うん、関係ある。大体2年です。そのわずか2年の間にあなたは女性客との間にいくつかトラブルを抱えていますね。確かにね、あの何、うん、ドタキャンしてるもんね。あなたは複数名の女性客に結婚をちらつかせてはいませんでした。そんなことしないの、せいや君。でも今関係ないよね。多額の金品を貢がせた時にはすぐにでも結婚できるような素振りを見せる。調子のいいことを言って女性を喜ばせるが、具体的な話になるとさっきのように前言を翻す。なんだ、そんなあなたへの訴え相談が把握しているだけで消費者センターに5件寄せられていました。だから、そうやって巧みに人の心を誘導する証人の言葉に信憑性があるでしょうか。あ、そこを言いたいのね。証人の裏付けだけであの映像の人物を被告人とするには不十分ではないでしょうか。なハゲであるならば、やはり被告人のアリバイは成立しません。なるほど、以上です。弁護人から、だからすり替えだよね。言葉の信憑性という点について一つ検事にお聞きしたいことがあります。なんだ、新谷なんか持ってんのか、これは。その前に先ほどの防犯映像を犯行時刻より数日後まで早送りしてしまう。何くしくもその日は検察が本件の起訴を決定した日でした、うん、あれ映ってるけど、知らないって言ってたのに。ハゲ、おお、しかも映像のこと見てるよね。今映ってるのはあなたですね、検事。ええ、そして行っていたのは防犯映像に映っていた被告人と証人の。そうだね、この防犯カメラを見てないと絶対わからない動きだね。いや、嘘ついてたの、ハゲ。するとおかしいですね。あ？検事は先ほどサウナ周辺の防犯カメラ映像は一切確認していないとおっしゃった。でも映像を確認せずに証人の行動の再現など不可能だったはずです。新谷さん、またご自身でもその周辺の確認には行っていないとおっしゃった。やりますやん。でも実際に行かれておられます。なぜそんな嘘をついたんですか。確かに嘘なんかじゃ。いや、もう今さらよね。事件当夜のこの映像は見ての通り必ずしも鮮明とは言えません。うん、だからもしも検事がここに映る人物を被告人ではないと明確に否定したのなら話はわかります。はいはい。でもあなたは否定するでもなくわざわざ映像を確認していないと言った。うん。おそらくあなたは映像に映る人物が本当に被告人だったかもしれないと思ってしまったのでは？うん。少なくともその可能性を否定しきることができなかった。だから嘘をついた。かっこいい。違う、違います。これまた無罪取っちゃう？このハゲ検事から。信憑性はあるでしょうか。ないね。あなたは先ほど堂々と嘘をついた。偽証罪だよね。法廷で嘘ついてるから。今この法廷で被告人の有罪を主張しているのは、うん、そんなあなたの言葉だけなんです。そうだね。あ、もうこれやったったの顔だね。被害者の久米が殺害された時刻、羽村は朝までサウナ御殿に入ってた。はいはい。なんでどついたんやろ。しかしこれどついたおかげでね、アリバイがあるんだけど。羽村本人の証言、聖夜の証言は矛盾なく並び立ち。これでもわざと殴ってアリバイを無理やり作ってる可能性はあるよな。羽村は久米殺害犯ではありえない。主文、被告人羽村恭平は無罪。もうやった、新谷初無罪じゃない。これから理由を述べますので、
被告人は座ってください。はいはいはい。判決は正しい。羽村は確かに久米殺害の実行犯じゃない、うん、ただしその協力者ではあったはずだ。ここが怪しいよね。俺は、まあ、闇に消えた真犯人をモグラと名付けた。あ、ここでモグラの名前出てくるのか。このチャプターのね、名前がモグラだったから。被害者たちの目玉をその鋭い爪で奪う。そして今もカムロ町のどこかで息を潜めている。なるほどね。モグラ弁護士であればモグラって被告人の無罪が証明されゴジラみたいになってるね。仕事は完了する。でも俺は弁護士に復帰したわけじゃない。そうだね。事件が白黒つくまで追いかけるかは全部こっちの勝手だ。だから弁護士じゃないのか。弱小探偵事務所にもメンツってもんがある。つまり羽村やモグラにコケにされたまま終わる気はないってこと。そうだね。覚えとけよかしら。謎を解いていくのね、こっからまた。お、なんか来た。八神さん。うわ、嫌いこの声ですよ、ね、あー、キモい。何？お元気そうだ。カムロ町の探偵業は順調ですか？なんだなんだ。あんたも傍聴に来てるのは分かってたよ。あら、知り合い？けど、挨拶する義理はないんでね。なんだ？私はジャーナリストとしてあなたの声を聞こうとしただけです、ね、何も個人的な恨みがあったわけじゃありません。嫌いだなこの人。フリーライター、服部こうかな。殺人鬼を野に放ったインチキ弁護士。俺がどう取材に答えようがあんたの書く記事はいつも一緒だった。はいはい。忘れないでください。何？あなたが野に放った殺人鬼に可愛い娘を焼き殺されたご遺族、うん、彼らは今も苦しみ続けています。あ、嘘ではないな。そんなのにまさかまた法廷に戻ってくるつもりじゃないでしょうね、八神さん。何がしたいんだこいつ。誰もそんなことは言ってない。そうですか。それなら結構です、うん、まあでも言ってることはわかるよ。確かにそうなんだけど、それをわざわざ言う、うん、まあジャーナリストってそういうことなんかな、知らんけど。お、終わった。チャプター1が終わりましたね。チャプター2のムービーに入るのかな、これいけば。まあ、とりあえず、結構時間かかってない。2時間半もあるんだね、チャプター1に。チャプター何個あるんだろうね。今後ね。しかも、いろいろ予想、寄り道もね、するつもりなんで、もっともっとやっていくと思いますが、このゲームに関しては永遠に遊んでいこうと思っているので、まあ、別にいくらかかろうが大丈夫です。まあ、とにかく、まあ、今回は、羽村の頭が捕まって、羽村の頭は殺しとは関係なかった。その時にアリバイはあったという証明はできたと。ただ羽村と真犯人がつながってんじゃねえかっていうところで終わったってことだよね。まあ、せっかくだからそのチャプター2頭見てみようか、どんなんかね。すでにセーブデータがあります。あ、一応別データにしようか。はーい。アンダーザウォーター。なんだろう。水中みたいなことかな。あ、前回までのあの数字、かっこいい。2018年。うん。カムロ町では、関西から進出中の極道たちが、次々に殺され、その目をえぐり出されていた。痛くないね。かつて弁護士だったカムロ町の探偵、八神隆之は容疑者のアリバイを証明し、だが同時に真犯人の存在を
ごく間近に感じる。はいはい。名もなきその殺人鬼に八神はモグラと名をつけた。なんか隠語とかじゃなくて八神が勝手につけただけだったんだね、モグラはね。チャプター2アナザーボーダー。カムロ町で目をえぐられた被害者はこれまでに3人いる、うん、この間の組以外にあと2人、全員協力会の組員だ、うん、そいつらを全部やったのがそのモグラだな。やっぱ同じ人だよね、ああやり方的には。ハムラの頭は組を引き渡してたんだ。これでも残り2人も実はそうなんかな。つまりハムラの頭はモグラとグルタ3件全部の殺しに絡んでいる可能性もある、うん、っていうことだよね。あと2件はアリバイはあるって言ってたけど、だ今回と一緒だよね。アリバイは持ってたけど怪しいのとかあるかもしれないね。でもあいつはそのことをまんまと隠しきったまま無罪放免、俺らをコケにしてくれた。借りはきっちり返さないとな、うん、おうやるならとことんやろうぜ。かっこいい。金にはならねえけど。そうなんだよ。そう言うなって。そこなんだよね。大体頭はなんでモグラのことかばうんだ。下手すりゃ自分が無所にぶち込まれてたろう。確かに。さあね、まだほとんど何にも分かってないんだ。俺らはまずモグラを知る必要がある。うん。だからここに来たんだろう。かっこいい。モグラの最初の犠牲者はこの場所で見つかった。ああ、その最初の犠牲者の場所に来てんのか。第一の事件があったのは。8月の末、うん、被害者は協力会の真柴健吉、うん、27歳久米よりさらに下っ端だ。目はえぐられてて朝方死体発見の通報があった、うん、これでもさ、なんか協力会の役職についてるっていう、役職っていうかどうか知らんけどさ、その若頭とかじゃなくて全員その構成員っていうか下っ端って呼ばれてる人たちばっかなんだけど、それもなんか意味あんのかな。意外に協力会も絡んでたりするんかな、上で。知らんけど。事件発覚の状況はこの間の組の時とほとんど一緒ってわけだ。マシバはどこでどんなポーズで倒れてたろう。いや、ネットの情報じゃそこまで出てねえ。なるほど。そっか。それじゃあ調べようがないな。そうだね。なあ、警察だってモグラを探したはずだぜ。それでも見つけられなかった。俺らだけでやれんのかね。何？やる気がうゼロ、黙ってろ。いてー。でも海藤さんにそれはないよね。大丈夫、俺らならやれる。これもまあちょっと八神っぽくないよね。俺らならやれるっていうのも気持ち悪いよね。やるしかないんだだよね、多分ね。うん。押してー、押してーなー。あ、いいでしょ。やれるかどうかじゃない、やるしかないんだよ。山っぽいよね。でなきゃコケにされたままだ、うん、なるほどな。うっせえだって。分かったよ。次に第二の犠牲者が出たのは10月とある。場所は本当に何ヶ月ごと、まあ、2ヶ月ごととかやられてんだね。いや、で10月でしょ。10月ってその時12月だもんね。前言ってた情報屋に連絡取ってくれるか。綾部か。綾部のことか。そうか。でもお金ないよ僕。綾部は海藤さんが金を持っている汚職刑事だ。汚職刑事って、まあまあ汚職刑事だね。警察の情報を流してくれるんだろう。俺らにはモグラの捜査資料がいる。わかった、聞いてみる。はい、お願いします。 S ファイルに情報が追加。はいはい、なるほど。で、これあれだよね、
どっから降りて、あーそのーおおどこだあーあーそうかそうか、奨励会の事務所の前の屋上のとこだねこれはね、多分んじゃないのかな。一旦事務所帰っていい、あいや違うな、これ天下一通りのその裏の第二の犯行現場のとこ行けって言ってんな。まあ、じゃあ一旦今日はここの辺で終わっとこうかな。ごめんね、みんな。1時半だね。遅くまでありがとうございます。また次回はこの続きからやっていこうと思います。まだね、サブクエスト出てきてないっぽいかな。そうだね。これ、つくもがいるとことか、人がいる。あでもなんか人のマークのところにハテナついてんな。なんかこの辺の人のマークのとことか行ったらサブクエ動き出すんかな。まあちょっとこの辺もやりつつまた次回まあストーリーも進めつつ遊んでいこうかなと思いまーす。というわけでご視聴ありがとうございました。チャットもたくさんありがとうございました。ミクニー、ナイスパンありがとうございました。はい。お疲れ様でございました。またまた次回の配信でお会いしましょう。おじでした。じゃあねー。おやすみなさーい。